川原芳久と村瀬歩夢の世界中生ラジオ発売直前ありがとうスペシャル、イエーイ。皆様こんばんは、川原芳久でございます。皆さんこんばんは、村瀬歩夢です。はい、この番組はですね、我々世界中大好きっ子の2人がいよいよ発売が目前に迫りました、はい、任天堂 3D 専用ソフト 3DS だね。 3D もう S を忘れた。いや、僕ら立体的だから、立体的だからね。もう 3D で送っておりますが、はい、はい、世界中の迷宮5をガンガンと盛り上げていこうという生ラジオのスペシャル版でございます。はい、なのでね、あのタイトルの方に発売直前ありがとうスペシャルって書いてある。うん、なんと来週の木曜日には発売ですよ、はい、8月4日世界中10だから木曜日なのかね。あー、そういうことなんだ。そういうことかな。そういうことなんですか。そういうことですか。違うみたいです。あ、違うんだ、残念。はい、さて、そんなね、来週の木曜日、世界中の10だけに木曜日、まあ、マルシー川原さんということで、今回はですね、その世界中の迷宮シリーズのナンバリング最新作、世界中の迷宮5、長き神話の果ての発売をみんなでお祝いしようというのが番組のコンセプトとなっております。そこで世界中の迷宮の仲間であるリスナーの皆さんからも、うん、ね、メッセージを大募集中でございます。よろしくお願いいたします。まあね、世界中の迷宮シリーズにまつわる思い出の数々や世界中の迷宮5、長き神話の果てへの期待や思いなどをね、うん、ガンガンと聞かせていただきたいと思っております。うん、もちろん体験版の感想今も出てますもんね。体験版 ね熱いですからね。いや、さっきデスザー姉さん、松沢姉さんがさ、はい、もう3回まで行きましたよって。あ、そう、デスネキね。デスネキ、デスネキやるよ。私もデスネキのパーティーね、僕この前、うん、あのとある作品で、ね、デスザワさんが MC をやられて、うん、はいはい、そうそうそう、それね、これね、これやって、ね、だいたい僕が復讐っていうことばしか言ってないんですけど、あの、その作品で、はいはいはい、楽屋でね、なんか話してる時に、うん、その時はデスザワさんがちょっと、うん、あの 3DS 忘れちゃってたんですけど、どうやらなかなかね、面白い名前をつけてらっしゃいましたよ。あ、なんかね、あの、やるし川原さんとか、やるし川原さんとか、そうそうそう、ますます貿易の駅じゃない、になんかマスラオっていうのを漢字で書いてた。あれ、それなんか間に星が入ってるじゃないですか。マスラオ、ね、ま、何王なんだろうみたいな。裸って書いてある、ね、何義王なんだろうみたいな。マスラオの裸だった。なんかちょっと闇を感じます ね。そういうところにもセンスを感じる感じ。まあ、だけど俺が一番闇を感じてるのは歩夢、はい、なんでということでですね、あの、もちろん体験版の感想や世界中の曲のリクエストも待っておりますので、ツイッターハッシュタグシャープ世界中ニコ生でつぶやいてくださいね。はい、はい、やってる体験版やるね。これ僕の 3DS なんですけど。ほうほうほう、あ、すげえ綺麗に書いてあるマップ。そう、あ、そう、マップね、ちょっと見て、ちゃんと綺麗に仕上がってる。綺麗でしょう。綺麗だね。いや、なんか俺となんか全然マップを書く感じが違うわ。3回も結構綺麗に埋まってきました。反射してる、めっちゃ反射してる、まあ、ごめんね。皆さんご存知かもしれませんが、このマップネタバレを含んでいますのでご注意ください。ネタバレ含んでたっけこれ。だってこれから地図書きたい人もいるじゃん。あ、そういうこと。あ、じゃ あのそういう人は、ね、見なかったことにしてね。見なかったことにしよう。 OK。 まあでも俺さ、なんかこの間の放送の時に、うん、ファイムッチがなんかこう宝箱とかさ、うん、地形とかをマップの枠の外に置くの。あ、置いてましたね。マップの枠に入れる派だったから意外と不思議だった、うん、いや、なんかね、外に置きたい。だってそこにねえしみたいな、一松先だしみたいな。はいはいはい、はい、だって宝箱とか取るときに、うん、目の前にあるときにこう、あの、枠の中にあるときはね、うん、こう置くでしょ、うん、なのになんでそういうときだけこう、あの、釣りのポイントとかさ、うん、あの、中に入れようとすんのみたいな、気持ち悪いと思ってそういうとこね、僕ちょっと神経質なんですよ、すごく。もうなんか地図だけで人間性をディスられてる、この感じ。違う、ディスってない。いや、でもね、今日はね、ちょっと当たり強くいこうと思って。なんで。いや、なんでが分かるでしょ。はい、え、みんな、みんな分かる。見てそれな。これ徳島の町遊びの時の俺の宝物なんや。もう本当にふざけんなって思うよね先輩やぞ。いや、もう許せない。お前もう許せない。いや、だってさ、何そん、はい、ずるいよね。いや、だ俺許せないよね。俺だってこの間話したかもしれないけど、徳島大変だったんだよあれ。いや、まあ、分かる分かる分かる、徳島大変なんだっていうのは。すごい風吹くわ、なんやかんだで、まあまあまあ、もう夜の8時には着いてるはずだったのに朝の4時に着いたんだからな俺。これくらいの得点があってもいいやろこれくらいっつったな
いやだって僕だってものの深いって欲しいもん。いや俺が書いてあげるよ。だからいやいらねえよ。俺が可愛いものの深いってあげるって何だよ。はい、それでは、公式サイトから QR コード見に行きましょうか。画面の方よろしくお願いします。もうこれみんな多分何の流れか忘れちゃってるね。あのギルドカードです。あ、ギルドカードか。はい、あそうだ、俺のギルドカード出てるね。でですね、あのこちらにいろいろなニコ生のキャンペーンの情報などが掲載されていますので、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。あのね、驚くことにね、うん、まだ番組始まってないです。始めていきましょう。オッケー。では早速始めていきましょう。皆さんね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。世界中生ラジオ発売直前ありがとうスペシャル、やるしかねえか。皆さん、やるしかねえか。はい、どうも川原芳久です。皆さん、やるしかねえか。あ、自分の名前忘れちゃった。おおいや違う、あの村瀬歩です。よろしくお願いします。今なんかあった、はい、違う、いやなんか自分のルシファーネームを思い出しそうになったとか。そういうやつ。違う、うるせえ、黙れ、もう続けるぞ。あった、うるせえな。はいはい、もうというわけでね、まあ、もちろん本日はなんですけども、はい、いよいよ発売が迫りました世界中の迷宮5、はい、長き神話の果てについていろいろお話をしていきたいと思うんですが、はい、あのまずですね、うん、最初にお届けするのはラジオでもやってきたあの人気企画キーワードプレゼント。あったね。はい、今から発表します。キーワードを書いてツイッターでつぶやくと抽選で素敵なプレゼントが皆さんに当たります。さてその商品とは何でしょうか。んなんとですね、うん、世界中の迷宮5長き神話の果てのパッケージイラストも書き下ろしているキャラクターデザインの日向井さん、はい、そして僕と川原さんのサイン入りポスターを5名の方に差し上げるそうです。うこれもう日向井さんのサインだけの方が価値があるんじゃないかとすら思うよね。そうね、でも、ね、僕らもねちゃんとこうやって関わらせてもらってるから、うん、ある意味キャラクターじゃないですか僕らも。まあそうだね、だからそういう意味ではなんかいいかなみたいな。うん、あの参加してるし。じゃあ俺がみなとのために特別に物の深くから。いやいらねえわ。ツイッターの方にですね、シャープ、はい、世界中ニコ生、そして、うん、キーワードの方を書いてぜひツイートしてください。お願いします。ということでね、ハッシュタグシャープ世界中ニコ生でよろしくお願いします。うん、さあ決まりました。お世界中のキーワード、はい、ヒントはせーの、世界中の迷宮。世界中の迷宮。はい、これまで全部入れるってこと。ここまで、ここまでだ。あ、なるほど、ここまでね、ここまでね、はい、これです。これ、これ、ね、これね、これね、うん、これね、わかるね、世界中の迷宮。オッケー、はい、この沈黙は放送事故じゃないからね。はい。はい、いや、多分わかってると思うけど、ね、一気にコメントの量が減った。あ、本当だ。さっきまでブワーって書いてもらってたのにね、ごめんね。みんな失笑中、これ失笑中なのかもしれない。はい、こちらの情報もですね、先ほどと同じく公式サイトのニュースからご覧いただけますのでチェックしてみてください。はい、そしてもう一つ、現在ね、公式サイトで発売直前ニコ生特番放送記念のキャンペーンを実施中でございます。ほう、どう、これ達成できてます。お、まだまだ。現在、1268名、1268リツイートが来ているということで、うん、これが2000リツイートまで達成できていますと豪華なプレゼントが当たるということになっていますので、皆さんどんどんリツイートの方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで皆様ありがとうございます。というわけでプレゼントのキーワード発表でございました。さあさあ、ついにあのコーナーがやってきました。来
っとね皆さんお忘れになってると思うんですけど、忘れてるよね。あの宿題になっていたですね、世界中オールスターパーティーの発表です。発表、はい、もう大体ね世界中ニコ生のかなり初期の方でやってました。そう、なんかできたらいいなできたらいいなっつって言ってて時間があったはずなのに、このタイミングですよまあでも逆に僕ららしい、ね、僕ららしい、まあね、この勢いを大事にしていきたい。そうですね。でも早速、そうだね、世界一の迷宮1から5の中までで、それぞれのお気に入りのキャラを選んで自分だけのパーティーを作ろうという世界中全体の中の、まあ、オールスターパーティーを作ろうという企画だったわけなんですが、はいよ、まあ、これで発表してみようか。発表してみましょう。フリップあるかな。これは同時に出るのかな。同時に出るのかな。はい、じゃあまずはファイムッチの行ってみる。じゃあファイムッチのオールスターパーティーはこちらになります、はい、ドン。どういう風に出るんだろう。どういう風に出るんだろう。あ、出ない。はい、出た。うん、違うね、これ川原さんのやつだね。これ俺の方だね俺のオールスターだね、うん、はい、というわけでね、おーこおー、チラ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 じゃあどっちから行く。メディック俺ね、あの世界樹1の方からメディック男、うん、そして、世界樹2からはカースメイコちゃん。いや、かわいい、カースメイコちゃん。そして、俺の一押しのファランクス、ファランクス、ね、ショートカットファランクスさんと、そしてここでねインペリアルですよ。いや、ロマン法ですからね。ロマン法担当で、ファランクスに守ってもらったところでインペリアルを行こう。そして、まあ、あの5から出てきた召喚枠を担当してくれるのが僕のハウンド。ハウンドクソ強くないですかね。っていうか、あの僕結構最初はハウンドをどうしようかって思ってたんですよ、うん、いやね、あの犬も例えば鷹も、うん、どっちも使うのって結構難しいかなと思ってたら、あのクソ強すぎてなんか逆になんか強いからこそ、うん、あれ縛りプレイとかで、ね、使うと、うん、1体だけで行くならまだしも全体で行くとかなり強い印象を受けるよね。確かに、なんかハウンド5 人, いてくれたのか5人とかハウンド5とかやっちゃいますか。あ、犬だらけで可愛いかもしれない、ね、いやでもね、あ、じゃあ続きましてファイム君の方のオールスターパーティーはこちらになります、はい、これがね意外と被ってるんですよ。マジか。そう、でもあのカースメイコちゃん やっぱり可愛い。まあそうなんだよね、選んじゃうよね。で、あとこのガンナー、ガンナーに僕出た時、はいはい、迷った結構衝撃だったんですよ、うん、え、ガンナーみたいな、ね、なんかある意味なんかファンタジー的な世界観の中でガンダとってなるよね。だけどなんかこうパーティーに入れると絶対浮かないんですよね、うん、でもすげえ強いし、うん、あとあのあれなヒヒロガネだっけ、うんうん、なんか出てくるやつからこう作る銃のがなんかすげえ好きで、うん、印象残ってなんですよ。なんか素材の名前からして僕らの中二心をくすぐるからね。そう、くすぐられる本当に。わかるわ。で、そしてあのまあファランクスさんね。あ、やっぱりファランクスは選ぶよね。あのね、ファランクスはねこの、うん、なんかあのアーマーとなんか盾が一体になってる感じが、そうそうそう、もうデザインが超たまらない。たまんなかっこいい。いやだからね、なんか正味な話、世界中1から5まで全部盾色がいるじゃない。あ、そうですね。その中でどの盾色を持ってくるかを悩んだ結果やっぱり俺はファランクスを押したかった、うん、そうですね。フォートレスも結構好きなんですけどね、うん、分かる。ただね、僕はね残念ながらモノノフがもう本当一番好きなんで。あ、4から選ぶとこうなっちゃうか。だから僕正直1,2,3,4,5ってあるじゃないですか、はいはいはい、でその中でこうそれぞれ一人ずつだとこうなんですけど、まあ、全部好きな感じで選んでいいんだったらモノノフ5にしてました、はいはいはい、なるほど、まあ、散々言ってるもんね。かわいい、ほんとかわいい。もう今見てるだけでもなんか心臓がちょっと高まってくる。で結果かわいい、5からはやっぱりハウンドが来るか。かぶったね、ハウンドね。でも僕ね、うん、ちょっとねモノノフがねほんと忘れられなくて、ほう、ちょっとこういう白い感じのね。あー、はい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 、白ワンコ。あ、もうちょっと上の方ですね、この白ワンコ。あー、いいね。あれちょっとファイムさ、はい、ファイムが作ってたギルドにはこの子いなかったんじゃない。そう、なんかね今回結構一新したんですよ。ファイム以外を一新してオルトロスさん、この子ね、はいはい、CV つけてないんです。あ、そうなんだ。なんでかっていうと、ちょ聞いて、なんでかっていうと、はい、あのあれなんですよ、この犬の方が本体で、でこの一緒にいる褐色でこの赤目の子は作られた存在なんで心がないんです。で、オルトロスが、また心ないんかい。じゃあオルトロスの魔力を供給するためだけに存在してる、うんうん、あ、なるほど、ね、彼にとってはもうあのエネルギータンクなんだ。そうなんです、ただの、はい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 、だから感情もない、だからいわゆる綾波レイさん状態なんです最初は。おお。でも綾波レイさんはだんだん感情持ってるけど、はい、もう喋らないから、はい、そう、なんかこうそういう存在がいてもいいかなと思って。お前、はい、ほんと家畜好きだな。そうですね、好きですね、そういう設定は。いやでもさ、ぶっちゃけた話、まあ、その5の闇をまた覗いてしまったわけなんだけども、まあ、今出したパーティーがある意味僕らにとっては建前のパーティーだとするじゃない、はい、あえて逆になんか
そういう意味だとバランスを僕ら選んじゃってる気がするのよ、あのパーティーって。そうですよ、うん、絶対に。だからそういう外向きの目線を入れなかった場合、誰をここにもう一人追加したいかを選ぼうよ。1から5の中で本当に入れたいとしたらどいつ。いや、もう一人入れるとしたら、もうごめんなさい、でも僕本当モノノフ以外考えられなくて、モノノフか、モノノフ5なんです、絶対に。いや、もうだってモノノフ可愛すぎる。まあモフモフ好きだもんな。好き、もうなんかずっとずっとなんかこう頭触ったり腕触ったり、うん、ずっとで、しかもなんか人間のこの形をちょっとしてるっていうのがまたなんかちょっといじらしくて可愛い。はいはいはい、でしかもあのちょっとなんか足の先のとこだけ細くてなんか立ってる感じ、うん、僕ね、あんまりね他の作品とか出しちゃダメだね。あ、そうね、なんかそう、あのさっきもついつい相波さんのそういうこと言っちゃったからね、うん、だけどもうモノノフがね本当好きすぎて、まあ、その話は何度も聞いてるから、だからもう、ね、ちょっとニコルのご覧になってる皆さんに、うん、ちょっと毛深い女性とかいたらちょっと、あ、別にあのそういうことに対して興味があるわけじゃないです僕モノノフが好きなだけなんで。なんだろうこの俺の滑った感。え、で、何何俺がだったら、河原さんだったらどうします？あ、俺が選ぶとしたらね、うん、もうね、確かにハウンド5の、あ、僕ね、でもペットも好きですね、うん、あ、ペット可愛いよね、ペットのあの白トラとかね、あとあのパンダも可愛いですよね。結局獣じゃねえか。そう、あとはこの狼も可愛いしね、うん、クマも可愛いしね、今こちらのね、あ、でもやっぱりあれか、狼系とか、うん、狼が好きなんだね、犬狼が。あ、そうですね、僕今日はあのドクロなんですけど、うん、普段ね、あのリュックサックももう狼がなんか10匹ぐらいバーッと並んでるやつとか、あと狼柄のやつ着たり、はい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 、僕狼とかライオンとか好きなんですよ。あ、なるほどね、はい、なんかすごい一人で戦ってて強い感じが好きで、あ、孤高の存在が好きなんだ。そうですね、僕の人生のテーマでもありますね。はい、川原さんはどうですか？俺ね、なんかあのメリック男を選んだじゃない？で、あの川原さんっぽい CV がしそうな感じの人ですよね。ありがとう。あれめっちゃ川原さん味ありません？あ、本当？俺なんか全然ね、ああいう爽やか系、まあ、俺となんか真逆の存在だと思ってるから憧れなんだ。いや、なんか爽やかかな、なんかどっちかっていうと、いや、違う、なんか安心感っていうか安定感ありそうな感じじゃないですか、はいはいはい、なんかちょっとこう低い感じの声で、うん、でもなんかちょっと色気が若干あるんだけど、本人はそういうの意識してないみたいな。なるほどね、そういう感じ、スルスル。ありがとう。そんな中でまた選ばせていただきました、インペリアル男、うん、どっち？メガネ。あ、まあまあまあ、そうっすよね。 でもね、河原さんだったらどっちもできちゃう感じですもんね。いやでもね、横もかっこいいとは思うんだけど、いい、あの、あれだ、なんだっけ、あのドクトルマグスもこんな感じじゃなかったでしたっけ、確か。いやだからね、俺、日向さんの描くメガネ男結構好きなんだ。あー、かっこいい、かっこいい、かっこいい、なんか知的な感じしない？する。あのタイプ好きだわ。あのロマン砲打ってても冷静な感じ、うん、そう、あとね、うん、おっさんばっかり選んでてあれだけど、うん、ルーンマスターの甲のこけた男。あー、いいっすよね。そう、俺この辺使いたい。あー、なんかやっぱりファンタジーをやるときにどうしても女の子に寄りがちじゃない、うん、男子は特に。そういう中でおっさんとか渋さとかを追求していくプレイやりたいじゃない。やりたい。でもモフモフだけではないよ。でも僕結構その選んでたやつ、うん、さっきバッと表示されたは気づいたんですけど、うん、モフモフ以外で選んでたのおっさんでした。気づいたら。でもやっぱカースメイコちゃんは絶対入れたいんですよ。入れたい、どうしても。だから入れるとしたら、モフ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 カースメイコちゃんかな。どんだけモフモフしてんだよ。いやー、カースメイコちゃんがずっとモフモフしてるだけだった。その絵面だけ欲しい。ちょっと姫川さん、ぜひあのモフモフの中にうずもれてるカースメイコちゃんのイラストをぜひぜひ僕らにお願いしたいです。作ってほしいわ。はい、ということでね、はい、僕らのオールスターでございました。はいはいはい。あ、うん、でですね、はいはいはい、結構僕ら勝手に喋っちゃった、ね、リスナーさんからの、ね、お便りのパーティーも紹介していくんですか、うん、これは。あ、そうか、行ってみよう。よし、じゃあ、お便りです、はい、ルシファーネームササチンさんからいただきました。ありがとうございます。川原さん、村瀬さん、こんにちは。こんにちは。僕はパーティーの足りないところをフォローできる、うん、パーティーの状態によって役割を大幅に動かすことのできる、そんな万能色が大好きです、うん、なるほどね、まあ、赤魔同士とかね、そういう感じですよね、うんうん、一般的なゲームで言うと、はいはいはい、なので、ね、お気に入りキャラでこんなパーティーを組んでみました。まずレンジャー男、はいはいはい、1位ですね。でドクトルマグス女に、うん、ドクトルマグスはいいね。であプリンスね、プリンスもねバフかけられるし、はいはい、プリンス男にアナザーカラー、うん、でダンサー女1、ネクロマンサー男1、はいはいはい、全員が攻撃防御回復補助のうち複数の役割をこなすことができます、うんうんうん、名付けて器用貧乏図。極めていけばいつか器用万能図になれるはずです。確かにちょっと序盤のうちに決定力に欠ける感じはあるけど、ね、いいパーティーかもね。ただネクロマンサーとかは比較的、うん、なんだろう、こう
あ、ね、他の人たちと ね、そう役割が変わるからそういうのが味付けになっている感じが、ね、でもやっぱりみんな世界樹の5から誰を選ぶかってなるとやっぱり召喚枠を使うキャラを入れてくるね、うん、いやだってやっぱ新しいですもんすごく、うん、その要素を使うとなるとやっぱりあの3色入れるしかないか入れたいなるほどね、うん、いやでもいいパーティーだねうんなかなかいいですねでもやっぱり自分が選ばないかもしれないパーティー組をしている人の話を聞くと参考になるねこういうなんかまあ、お便りでいただいてもね、うん、やっぱ嬉しいですけど、うん、やり取りとして聞いてみたいですよね生でそうだねなんか実際にみんなでやってるのを聞いてみたいよねそうあとあのひむかいさんならどういうのを選ぶかとか聞いてみたいひむかいさんどんなパーティーするのひむかいさんでも、うん、なんだかんだで女の子もすごい、うんまあ、もちろんめちゃくちゃ可愛く描くけど、うん幅広いじゃないですか、それだけじゃないから男キャラがなんか男でも好きになるタイプの男キャラじゃない、うん、だからどういう感じ の、 そのパーティーをその思考で選ばれるのかがロリかなそれは…はい、まあ、もう一つぐらいいきますかはい、行こうかどうしよう、行けるかなじゃ あ、 あ、大丈夫進んじゃうか、うん、じゃあはい、ということで、ね、皆さんいろいろお便りありがとうございましたじゃあちょっと続きのコーナー行ってみようかはいはい次なんだっけ？あ、これですね。新しい世界樹の迷宮5でもあなたも個性的なあなたらしいパーティー作りにチャレンジしてみよう。なお、世界樹の迷宮5公式サイトではキャラメイクキャンペーンが大好評実施中でございます。ク、うんはい、リック一つで自動的にいろんなキャラがメイクされるのでキャラメイクに悩んでいる人は参考にしたらいいかもしれないです。とんでもない組み合わせも出現するので、そうだよ。あの、あれとかね。渋いキャラにね、可愛い女の子の声がついたり。あとあの、CV のねファイムの声がついたりとかねあるねそうあでもなんかものすごいパッションあふれる明るい感じの髪色に、うんうんうん、なんてオットアイに大川さんの声がついたりするとなんかふわふわってなるあーそれは結構俺一回キャラメイクやってる時にさ、うん、格闘家の女の子、うん、セスタスの女の子がこうふわーんってやってる、うんうんうん、躍動的な感じに大川さんの声がついて、うん、遊ぼうって言われたのもう遊べないどうやって遊べばいい？どういう遊びを強要されるのかっていう。なんかこうこれから遊ぼう、お前の指一本一本持ってくねっていうような遊び方をされるんじゃないかと。確かに確かに。ね、だからちょっとみんなのなんかのどぎついなんかキャラクターメイクの話とかの機会がどん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 ね、またあのクリックやってもらいたいなと思いますね。うん、気になりますね。はい。ね、でですね、あのこのツイート、うん、そのキャラメイクをですね、うん、あの作った際に、面白い組み合わせが出たらぜひツイートして教えてください、そうそうそう僕これねツイートしないと確かのカウントされない仕組みで現在、なんと 24,853 あと少し行ってますので2万5000まで行ったらかなり大きなプレゼント待っています皆さんどんどんキャラクター作ってください、ね、今作ってもうどんどんうちらに RT RT よくわかんない、ツイッターよくわかんない RT してください、はい、なんかツイッター的なあれやってお願いしますよろしくお願いしますはい、というわけでね皆さんガシガシキャラクターメイクをしてくださいね急に台本に戻ったよ、はい、俺大丈夫、戻んなきゃね進行させなきゃねやってやろうはい詳しくはですね、うん、あの運営コメントの方でもあもうフォローしていただいてる仕事が早い素晴らしいやったはい、ご覧ください、まあ、はい随時ね多分あの僕らがね、うん、わちゃわちゃっとなった時でも、ね、きちんとフォローしていただけてるのでどういう流れかなって今見始めた人とかね分かんないかもしれないですけど、ね、こうしたのあの常にその上のねそうそうところを見たら大丈夫ですので、ねはい、よろしくお願いします以上世界樹オールスターパーティー発表でしたイエイこのね、BGM 聞くとついつい勝利の余韻に浸ってしまう私なんですけど、顔。はい、というわけでね、ここから新しく届きましたイラストの紹介をしていきたいと思います。はい、イエーイ。まあ、ということでね。あれですよ、うん、あの DLC の追加のやつなんですよね。そう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 。これかなりでかい情報だよね、うん。さあ、ということでね、ダウンロードコンテンツの新しい。これだ。これか。来た。紹介していきたいと思います。いや、むっちゃテンション上がる。え、お客様、お客様、向こう、裏、こっち、バカ、すごい。俺らのカンペが見えてるから。カンペが見えちゃうね。本当だ。
あ、ごめんね、みんなカンペ見えてた。内緒ね、内緒ね。絵を堪能してる場合じゃねえよ。さらに読めよカンペを。8月4日から配信が開始される DLC を購入することで、はい、新たな外見も選択可能なんです。まんま読んでたね。西賀美月さんは、あ、これ全然違うやつだ。やばい、ごめんね、先のことまで読んじゃった、忘れて。はい、ということで、ね、はい、今こちらがダウンロードコンテンツで選べる新しいキャラクターたちでございます。むっちゃ楽しみだよね、これ。あのね、これがやばい、うん、男子がさ、男子、これ、これもう学園、え、でもなんかこう、あの魔の力が宿ってる、宿ってる、完全にさ、気の力で剣を守るみたいな、たまらんね。青の炎っていうのがたまんないですね。しかも赤い炎も選べるんだぜ。いや、あ、でもね、なんかこのグラデの感じとかは、うん、赤の炎の方が好きなんですけど、僕、青の炎いいと思います、うん、あ、なんか特別感ある、炎なのに青ってなんかすげえ、ね、しかもなんかこう制服の色味が若干違うからさ、そうなんですよね、いい感じで選び方無限大だよね、うん、しかもなんか日向さん前おっしゃってたのが、うん、なんかあの異世界に迷い込んだ高校生プレイができますと。ああ、確かに。そう、その辺なんかね、あの物語を楽しむ枠がかなり増える、うん、今回。あ、なるほどね。あ、じゃあ、ルシザワ、うん、アユムさんとかそういう感じで作れるんだ。結局ザワ、ルシは入るんだ。そう、あの、あ、こっちの世界の世界 と、ね、なんかそうそう、日本とか ね、なんか現代のところがなんかこうクロスした感じで、ルシザワアユムさんにしようかな、じゃあ。あ、いいね、うん、しかもなんか女の子もね、なんかセーラー服が2パターンと。あ、じゃあそれはルシザワアユミさんにしようか。兄弟なんだ、2人は。そう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 、ルシザワ君兄弟と。そう、ルシザワ君兄弟。あ、でもね、セーターもいいんだけど、またね、俺昔からやってた人はかなり嬉しいと思うのが、うん、もうこちらパラディンとメディックガンナーがね、新しい絵がご存知のね、書き下ろされてるわけですよ。イラストも可愛い、可愛い、頭身上がったメディコがまあ可愛い。あれ、え、頭身上がってるのに川原さんはそっち、俺はメディコなら誰でも好きだ。あ、さすが、いい言葉をいただきました。しかもね、これかなり重要な情報なんで、皆さんこれは忘れないでもらいたいのが、こちらガンナーの女の子、うん、こちらもダウンロードコンテンツが8月4日、まあね、世界中の迷宮5の発売日に出る週刊ファミ通の付録でついてくるそうなので、こちらぜひお買い逃しのないようにお願いしたいところでございます。これ買わなきゃ。あ、でもね、なんかここに下に米印で、うん、後日優勝配信を予定しています。ファミ通さんにお金を落とすか、ダウンロードコンテンツにお金を払うか。そういう問題じゃない、ファミ通さんが買えなかったとしても、そう、落とせますよ。そうそう、大丈夫、そういう感じでフォローしてもらってるんですよ。そのセリフを君から引き出したか。なんだよ。あえて俺がおめえを着ようというこのね。あ、そう、テクニカルプレイ。テクニカルプレイね、さすがです。ありがとう、さすがさすが。はい、で、大丈夫大丈夫、この情報大丈夫。大丈夫、ジャックフロストがね、可愛いね、言いたいこといっぱい言った。はい、ぐらいかな。しかも今回、あ、ごめんね、もういい、黙ってる。なになになに、メディコがね、ハーバリストっぽくお花が溢れてるの。あ、そう、これね、可愛いですよね。可愛いでしょ、うん、メディコにお花が。さすがにブラニーの時には匂い嗅ぎたいって言ったけど、こうなるともう匂い嗅げないわ。いや、あの匂い嗅いでいただいてもいい、ね、はい、ということで続きまして。あ、うわ、川原さんがなんか変なこと言ったから倒れた、怖っ。俺のせいか、怖っ。いやな、ということで大分ボード本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、続きましてね、重要な情報まだまだやっていきたいと思うんですけれども、ほいほい、なんか次の情報なんかある？あれですよ、新情報でね、うん、もう一個あるんですけど、これか、どれだどれだ、あ、用意してもらってる。お、なるほど。あのですね、もらうか、改めて発表する新情報、まあ、聞き逃せないやつなんですけれどもね、あの達人スキルについて、うん、2つなんだよ、使えるやつだね。そう、追加の発表がまさかここのラジオでさせていただけるってことで、ほうそう、まあ、まずあの2つなというのがありまして、うん、まあ、体験版ではできないんですけれども、ね、はい、冒険を進めてある条件をクリアした冒険者が達人と呼ばれ、2つなと呼ばれる称号を得ることができるんです、はい、で、楽しみですね。2つなを得ると大幅な能力アップや強力なスキルを取得できるようになります、うん、なお各職業に2つなは2種類ずつあって、どちらを選ぶかによって全く違ってくるという、まだね、体験版の方ではできないね、できないんですけれども、そちらの方が今回は特別に、はい、さあ、2つ名の1つの2つ名、1つの、もう本当興奮しすぎてなんかもうカミカミになってるんだけども、その2つに出てるね、1つの2つ名につき2つの達人スキルを今回発表します。やった、達人スキル出すよということでね、今こちらになります。ドン、ファユムだ、ファユムだ、ファユムの達人スキル
なんとこちらコモンマジックとアルター、うん、そしてアンチマジック、マジックリーク。お、これはすごいね。アルターって名前がもういい。なんか最高だよね。どっち選ぶか改めて迷うね。そうですね。いや、僕はもうトライフルルーラーにしようと思ってたんですけど。それね、初めて聞く人には分かんないのか、説明してあげて、トライフルルーラーのことを。あの三属性の方ね、僕勝手にこの書き方でトライフルルーラーって読んでるんですけど、うん、まあ、あのトライね、3つっていうのと、あとトライフルっていうつまんないっていうのをかけて、うん、それを支配してるんで、そんなつまんないものしかこう使ってないんだけどクソ強いみたいな。あ、分かる分かる。そういうね、ルビとかもね考え、あ、もう次のフリップ行くみたいですよ。次に行ってみましょう。お、こちらはシャーマンですね。シャーマン、お、やるしかねえ子ちゃん。はい、CV 川原さんですね。はい、こちらが、これは恐れ日、あ、俺遠くかって、今今々しい日、なんだ。そして慈愛、うん、おー、なるほど。そして、あ、歩くたびに味方全体のヒットポイント回復。へー。自身が生存中強化が付与されている。味方はダメージを受けるとターン中一度だけ回復。あ、これはなかなか、かなりプリンセスとかに近い形になるのか。そうですね、なんかあのシャーマンが、うん、結構そのスキルポイントがまだ触れない状態では、うん、あの器用貧乏な感じになっちゃってて、まだね、使い勝手が難しかったんですけどね。成長すると強いね。かなり。そしてそうです、ね、こちら天髄を下す巫女の方は前世の記憶。何それ。自身の強化を解除したとき一定確率で自身に同じ強化が付与される。点検だね。ありがとう。これね、もう前世の記憶っていうワードだけで今ファイム大興奮ですからね。いや、まあ、そうですね、もうだいぶシャーマンに対しての見方が変わりました。いや、これは面白そうだね。さあ、続いていってみましょう。ドン来た。あ、セスタス、ね、衝撃の剣士の方がどんなスキルなんでしょう。奥義煉獄殺、うん、致死ダメージを受けると一度だけ耐え、次ターンに与えるダメージが上昇。おー、そして大物殺し、敵一体より近接回攻撃、残りヒットポイント割合が自身より高い敵に対して威力が上昇。これ防戦とかで重宝しそうですね。さあ、続きまして連撃の検討家の方はどうでしょうか。インターバルがほう、ダブルパンチ、ほう、これも面白そうですね。あ、なるほど。さあ、でもちょっとサクサクいきましょう。次は何でしょうか。ドーン、上もっと見たかったね。さあ、こちらがドラグーンが、うん、金剛の龍騎兵、シールドスロー、敵隊に遠隔残攻撃。へえ、残攻撃なんだ。盾でやるんだね。そして先制バンカー、戦闘開始時一定確率でバンカーを使用。これは強っ。これは素晴らしいね。これは欲しいですね。かなりバンカーが本当強い。そして火力ドラグーンは自身へのガンサポート、うん、自身への攻撃が軽減、無効化された時に一定確率でトーチ化を使用。おお、そしてガンリベンジ、ガードスキルが発動するかバンカーなどが攻撃された時次の重砲スキルの威力が上昇。なるほどなるほどなるほど、なるほど、これはなかなかいいですね。さあ、続きましてドン、お、ハーバリストちゃん、ハーバリストちゃん、慈悲深き薬草師ちゃんがオートリザレクト、うん、お、戦闘不能 OG 一定確率で復活。これはなんか確率にもよりますけどかなり、うん、いいね。このレベルを上げたらかなり役立ちますね。いいですね。そして飛躍調合、3ターンの間ハーブスキルの行動速度と回復力を低下させる代わりに範囲が拡大されますと。あ、じゃあなんだっけ、チェイスハーブとかももしかしたら、うん、あ、そうだね、全体回復が、うん、全体に行っちゃったりするのかな。それは強いな。そして天身なる毒殺者の方は移りが、うん、5ターンの間敵全体に効果中のスモークの状態上、ターン終了時に一定確率で付与。そして先制スモーク、あー、先制できるの強いですね、うん、戦闘開始時敵前列に一定確率でいずれかのスモークスキルを使用すると。なるほど。ほうほうほう、これはなんか便利なスキル多いですね。確かに戦術の幅が広がりますね、やっぱ。さあ、そして次はおマスラを来ましたね。マスは一刀無双の武人の方が剣の気迫、自身の行動が敵一体の攻撃の時攻撃対象から受けるダメージを軽減。あ、まあ、ボスとかね、うん、そういうのにもかなり使えますね。そして剣心は、うん、刀スキルが一定確率でクリティカルし、クリティカル時の威力が上昇する。これはパッシン系なのか。ほう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 、これもいいですね。こっちはさあ、四天一流の武人は
敵一体に装備している刀と同数の近接残光力強っ4本持てたら4回攻撃すると4回攻撃できるってことほほうそして返り咲き一定確率で刀スキルがもう一度発動装備している刀が多いほど活動率が上昇するとあもうじゃあ防御は紙で、うん、もう攻撃にめっちゃ特化させるみたいな感じなんですねこれはかなりいいね、うん、キーキーなプレイができそうでいいですねあこれ4投面白そうですね、うん、さあ続きましてはハウンドですねさあこちらがまず堅牢を導く射手かわいいワンワンスタンショットが、弓専用で両剣の時のみ使えますということで敵一体に遠隔突攻撃その後一定確率で猟犬がスタンを付着させるとおおいや猟犬ほんとペロペロしてくれるのがかわいい、うんね、HP も回復するしたまらない、ね、うわーかわいいかわいい防衛指示ワンワンこのターン中味方一人を猟犬がかばうターン中その味方のヒットポイントを回復までしてくれちゃういやかばわなくていいよ俺が盾になるよねえワンワンを守りたいそして費用を伴う射手の方は鷹が上空を飛び上がり3ターン後のターン開始時鷹が敵一体へ遠隔残攻撃をしますうわいい子だわいいねいい子だわ、まあ、鷹もいいマンちゃんもいいね、うん、そして舞い散る羽こちらが鷹が敵一体に一定確率で盲目を付与してくれますあびっくりした舞い散るって聞いたから、ね、なんか死んじゃうのって思ってそんな残酷なスキルできないって思ったけど私が火に飛び込んで鶏肉をあげるやめろってなるやつだ違った良かった猛毒不要だからね良かったいい子だわもうどんどんモンスター殺していこうどんどん行くよおバカいろいろ怖かったわさあ次はおフェンサーちゃんあフェンサー剣ブンブンコちゃんさあ幻影の剣士の方が、うん、アボイドアクセラ敵の攻撃を回避するたびに自身のユニオンゲージが上昇へえ。あじゃあもう回避とかを中心にしてる感じなのかななるほどそうだね余計の方だもんねさあそして誘い込みこのターン自身が敵の攻撃を回避するたびに同列の味方が各々の所持武器で反撃するお、なんだとなんかこれは悪さができそうなスキルですねなんだとこれはやばいねこう、おーほーそして陣雷の剣士これちょっとすげえ語りたくなったけど次行こう、うん、陣雷の剣士の方が、チェインダブル一定確率でチェインスキルによる追撃がもう一度発動ほほー強いね、うん、普通に強いそしてチェインプラス3ターンの間自身のチェーンスキルの追撃率とダメージを上昇させますなるほどほわこれは外せないぐらい火力がやばいことになりそうだね確かになんかどっちも入れておいて、うん、5人フェンサーとかでやってもなんかすごいことになりそうですねあ、まあ、でもチェーン特化にすると着火薬が必要になるからまあ全列チェーンサーだらけも面白そうだねなんか懐かしい感じがするなさあそしてそして終盤に近づいてまいりましたが次はリーパー君おさあ死を遠ざける死神の方が正気吸収、うん、敵に弱体を付与した時自身のヒットポイントが最大ヒットポイントを超えて一定割合まで回復しますおおそして、お俺これパッと読めないふにゃふにゃの血あがないの血消気閉鎖を解除して味方全体のヒットポイントを回復します、うん、一定の確率で状態異常も回復するほほう初期映像もね面白いスキルですよねあこれはなかなかなんかテクニカルな扱いができそうだね、うん、さあそして死を振りまく死神黒き刃補助スキルですね正気並走時自身が敵を状態異常にするごとに全攻撃力が上昇しますあなるほどほほうそして鮮血の斬撃正気並走時自身のヒットポイントを消費し2から4回ランダムに近接残攻撃あこれレベルが上がったら絶対 3から8とかそういうなんか来るねおかしい感じのね斬撃数になりやすい最終的に10までいけるもんねこれいや楽しみですね、うん、面白いなそしてラストがこちらになりますドドンお僕ら大好きネクロちゃん、うん、さあ奨励のネクロマンサーは治療の秘術、うん、誰かが死亡するたびに一定確率で資料を召喚する死亡するとかその人をなんか蘇らせてるみたいにちょっと嫌ですね前列で進んだあいつだよって感じだよねそして墓穴、うん、このターン指定した味方一人を攻撃した敵に資料が反撃を行う、おー、なるほどね、資料がねなんかたまにぼーっとして何もしてくれない時があるから、うんね、なるほどなるほどじゃあなんかドラグーンが俺のこと攻撃せやってやってる時とかにやると結構いいかもしれないねあーそうですねなるほどなるほど、ね、じゃあパーティープレイがはかどりますね、うん、そしてハレーのネクロマンサーゾンビパウダー
こちらが敵一体を一定確率で即死させたと治療として明らかに召喚する。要するに即死させた敵が俺らの前列で守ってくれると。でしかも資料消えないじゃないですか。ね、だからかなり美味しいかもしれないですね。これなんか目の前で資料を生産するっていうなんかどちらにしてもやばい式で来たね。そしてなんと次は生贄。資料一体を消滅させ、次ターン終了時まで自身が与えるダメージを上昇させる。あ、これはあれですね、ハレのネクロマンサーの方になんかすげえでかいロマン砲があったら相当面白いことになりそうですね。これはなんか本当にこの情報だけでもみんなのパーティー組が変わってくる可能性が出てきたね。確かに今のうちにね、さらに冒険者を追加させて、うん、いいね、いろいろと遊びたいですね。これはみんな自分が今決めてるパーティーでそのまま行くのか、うん、キャラを追加するのか、2周目をやるのか、今からどんどん4日まで悩んでくださいね。さあということで発表しましたけど、これテンション上がるね。上がりますね。いやなんかリーパーが、うん、そのまだスキルポイント触れないからっていうのもあるんですけど、うん、この今後のなんかこう生き方によって、うん、だいぶテクニカルな感じにできそうで面白そうですね。しかもなんかセスタスもさ、なんか自分より強い敵に攻撃力が上がりやすと、今の生贄とか組み合わせてみたいとかいろいろやりようによって幅が広がるから楽しみだよ。というわけで達人スキルの最新情報をお届けしました。はい、というわけでね、ここからはリスナーの皆様からいただきましたメッセージをご紹介していきたいと思います。 お届きましたね。さあさあ、じゃあファイムちゃんお願いします。はい、ルシファーネーム、許されるならシャーマンになりたいさんからいただきました、はい、どういうこと。許すよ。河原さん、村瀬さん、はじめまして。いつもラジオ楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。自分は今年就活生ということもあり、自分が将来どうなりたいかをとても考えた半年でした。頑張れ。そこで質問なのですが、うん、お二人は、うん、世界中シリーズでどの職業に就きたいと思いますか。自分はラジオネームの通りです。シャーマンになりたいと。シャーマンになりたいと。あの際どい衣装を、ね、際どい衣装着てね、もうこのポエってやってほしいね。そっか。いやでもなんか就職活動中ってことでね、これからもう頑張らなきゃいけないところだけれども、ね、ぜひぜひ就職活動中に面接してる時には私いろいろ呼べますよって言っといてね、シャーマンとして。どういうこと。それはダメでしょ。ダメか。それはダメでしょ。じゃあ早速だけど、僕ら何になりたいか。これは、うん、もし それになったとしたら、うん、その外見に自分がなれるってことですか。まあじゃあなれるとしよう。モノノフです。まあもうじゃあもうなれないなれない。なれないんだったらじゃあなんだろうな。まあでもならなきゃなれないものあるからね。ミスティックとか。あ、そうですね。もうこうって、うん、足も細くならなきゃいけないから、うん、スリムな私ってなるね肩払いたいわなんだろうな。あ、でもまあじゃあもうファイムがもうモノノフになるのは分かりきってるから、じゃあそれをあえて外すとどうなるかってことにしよう。じゃあハウンドも外しますね。まあもう獣を外そう、うん、今回外すと。あ、でもウォーロックかな。ウォーロックか。なるほどね。自分だっていうのも置いといて、何ができたら楽しいかにも関わってくるからね。そう、ねやっぱね、魔法使いたい。わかるわ。魔法って明言されてないけど、うん、なんかやっぱこう4から、うん、なんかルームマスターとかさ、なんかああいうのってなんかちょっと魔法っぽい感じになってるけど、うん、今までって、まあね、先生術だったよね。そうですよ。でもアルケミストとか、うん、なんかちょっとこう科学っぽい感じだったのが、うんうんはいはい、科学よりね。なんか今回ウォーロックってすげえ魔法っぽいみたいな、うんうん、イモータルフレア打ちたいニブルヘイマース打ちたいみたいなはい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 、やりたいなみたいな。そう、うん、僕ね、そうだからファユムのねスキルをね見直した。そう、見直したんですよ、うん、スキルツリー。あ、こっちだ。スキルね。あ、でも魔法使いたいは分かるな。そう、使いたい。もうたまんなくて、魔法に対する憧れが。俺なんかコスプレ的な意味だとゾディアクとかもやりたかった。あ、ゾディ、コスプレ的な意味。なんかすごい印象ですよね。なんかファンネルみたいにかっこよくね。あ、これ見れるかな。見れる、いけますか。皆さん見られますでしょうか。火属性変獣にしました。おー、炎を操るんだねそう。あ、もう
マスターになってるじゃん、はい、もうなんかそれだけ撮りました。うわお。でもこれが進んでくとアイシクルランスをとりあえず10にして、うん、なるほどね。でライトニングは、うん、もう他のスキルとかを取った後に1だけ上げようかなと思って、うん、なるほどね。申し訳程度には取るけれども、はい、メインとしてるのは炎と氷だぞと。炎と氷、そう。なるほど。なんか強い感じがして好きなんですよね。河原さんは俺何になりたいかな、ゾディアック以外で。ああでも各、ね、それこそ1から5まである中で、うん、なってみたら面白そうだなって思うのはなんだろうな。シャーマン。シャーマン。いやほら、かぶっちゃうじゃん、あのこと。そうなんですよね。なってみたら楽しそう。でもアンドロとかちょっと面白い。ハーバリスト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 になりたいね。ハーバリストになりたいね。ハーバリスト。お花とかここでパッとやりたいでしょ。お花をまとわせながら、ちょっと見ながら、お花の香りしないって振り向いたら私がファッサー。で、しかもさ、河原さんがそのままの等身だったとしても、うん、周りのハーバリストの人みんなちっちゃいからね。はい、マジか。楽しいです。天国じゃん。天国でしょ。マジかよ。はい。俺ハーバリストになります。俺ハーバリストになる。じっちゃん、俺ハーバリストになるよ。ごめんなさいね、僕河原さんの、ね、そういうとこ好きだからね、ついね振っちゃう。あー、いやそうね、でもなんかこういろいろね本当に魅力的な職業が多いから、ね、やってみたいっていうね、なってみたいキャラクター本当に多い。でも変な話だけど、シャーマンになりたいね、許されるならシャーマンになりたい子さんも、まあ許されるならっていうか、もう多分なろうと決めたら多分あなたはシャーマンになれます。そうね、青森に行くとかね、行くとかね、そうね、イタコになるとかね、願ったものになっていくのが僕らじゃん。あ、そう、あ、じゃあ声優になればいいんじゃない。すごいな。ダメだ、これまずいこと言って。いやいや、まあ、ちょっとね、僕ね、まあ、適当なこと言っちゃったね。だいぶ適当ではあったけど、まあ声優になる道も大体険しいんですけど、声優になると大体悪い人間にもなれるし、シャーマンにもなれるし、ね、ある意味なんかいろいろ変なものになれるので、そうですね、あとロリコンの疑惑を突きつけられたりもするから、まああんまり声優をおすすめしないかな。うん、だんだん俺だいぶ なんか強くなりましたね。なったね。すごい受け入れてる。じゃあ曲、先輩やぞ。はい、曲へのリクエストが届いたようです。はい、そっちの方もね、読んでいきましょうね。完全にお前今カンペ読んでたじゃん。読みますよ。吉島ネームキイチさんからいただきました。ありがとうございます。発売日が待ち遠しくて PV を何回見たことか、 BGM といい川原さんの語りといい、うん、テンションが上がりっぱなしでございます。ありがとうございます。生放送の楽曲リクエストが叶うなら、うん、新2の決戦、うん、新名落としてをお願いします。はいはいはい、異形に変身変身するね、主人公とかね、うん、ルシファー力高すぎて大好物です、ということで。わかるわ。はい、それでは行ってみましょう。行ってみましょうか。じゃあお聞きください、どうぞ。こう音楽がフェードアウトする直前のあの盛り上がりが半端ないよね。ドゥドゥドゥーン。いやでも今のこの曲聴いて、うん、
思い出したけど、ファフニールになりたい。あ、俺変身ヒーローになりたい。そうね、褐色の肌にしてね、褐色の肌にしてね、なんかこう手から炎をまとわせながら、おー、俺どうもどうもファフニールですみたいな感じで出てきたい。でも多分 CV 緑川さんですよ。あ、そっか勝てないが、もしくは藤原さんの方でいくか。どっちにします？デミの方でいくか。あ、そっちにしましょうか。いや、いいですね。いいね。いやでもテンション上がるね、やっぱり音楽聴いてると。うん、いいですね。そして毎度毎度のことなんだけど、このシーン2に関しては音楽を聴くたびにムービーが見たくなる。あ、この前ね、オープニング見た時もね、うん、そう、すごい良かったですね、やっぱり。たまらんのだよ。うん、いやでもありがとうございます、リクエストいっぱい送っていただきまして。はい、ありがとうございました。あ、引き続きですね、うん、メッセージの方受け付けているのかな。よろしくお願いいたします。はい、ツイッターでハッシュタグ、うん、シャープ世界中ニコ生と書いてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。世界中ラジオやってるとすげえ楽しい。うん、なんかもうずっと世界中ラジオやっていたい。仕事なんですけど ね、なんか仕事じゃないような感じもしてて。そう、なんかあそこにコメントのね、送ってくださる皆様のテンションもいいから、なんかすごいみんなと遊んでる感半端なくてさ、うん、確かにこのラジオ楽しいな。お、あれなんだこれ。ん、おっと、こんなものがスタジオにあるぞ。わー、なんだろう。ででん、なになになに。あ、金色に光ってる。なんだこれ、希少種か。あ、びっくり、びっくり、なんだろうこれ。あっと、希少種が、はい、なん、あ、僕が読まなきゃいけないんですね。セガゲームスさんより、世界一の迷宮5、長き神話の果て、ニュー、ニンテンドー 3DSLL 用ディスプレイスタンドが8月4日に販売いたします。こちらはですね、世界一の迷宮5の世界をジオラマで楽しめる 3DS、3DSLL、ニュー 3DSLL 共有のスタンドとなっております。世界中がそびえ立つ背景に、うん、アースラン、ルナリア、セリアン、ブラニーの4種族のアクリルスタンドフィギュアを配置すれば、幾層にも奥行きを持って重なった世界中の迷宮5ジオラマ世界の完成となります。うんうんうん、種族キャラのアクリルスタンドいいね。ね、これちょっと欲しいわ。確かに買うしかねえか。これはいいですね。いいね。なかなか、わあ、これ、あ、もうババンと写していただきたいんですけど、うん、いやでもこれ、あ、でもあ、ね、でも遊んでる時はずっと立ててられないもんね。僕ルナリアの女の子すごい好きなんですよ。あ、そっか、男か。女の子バージョンも作ってほしかったな。作りません、作りましょう。作ろうよ、一緒作ろう。ぜひよければ。で、あと、あの、それがもし売れたらモノノフ。あ、モノノフはすいません、あの5なのでちょっとモノノフさんの出番ないんですよね。モノノフの DLC とか出してよ。いや、お金出すよ。いや、俺だって DLC お金出したら出してくれるんだったら、俺だってもう噂にしかなかったさ、この世界中5世界の別種族見なかったもん。トカゲ人とか。あー、トカゲ人ね。トカゲ人とか、なんかあの筋骨隆々のやつとかさ。あー、見たいね。ね、出しましょう。でもね、そういうのも多分ね、小森さん出しましょう。そういうのもね、でも多分ね、うん、あの DLC がぶっちゃけどのくらい売れるかとかにもよると思うんですよ。 DLC がどれくらい売れるかによってさ、あの、向こうのもしかしたら追加されるかもしれないし。そうそうそう、そうだよね、やろうかな。こうやってね、今もう生放送で言っちゃったから、もう現地、うん、僕ら撮られてるから。そうかそうか、大丈夫大丈夫。だからみんながちゃんときっとやってくれれば、やってくれるはず、やってくれるはず、買ってくれるはずだよね。そう、買ってくれたから。ダウンロードコンテンツみんなが買ってくれたらな。買ってくれたらな、買ってくれないかな。なんかチャンスが出てくるのにな。さらに新情報もあります。ですね、え、本当新情報があるの。あ、そう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 。あ、2枚もあるのかい。進めろって言われたからね。あの、角川さんよりですね、歌唱なんですけれども、世界中の迷宮5長き神話の果て公式コンプリートガイドが発売決定しました。はいはい、こちらだね。はい、発売日はですね、9月上旬を予定しています。これは買うしかねえな。うん、ちなみに予約は近日中に開始するそうで、うんうん、なるほど。詳細の方は、まあ、あの、公式ツイッターなどで情報、ね、発表になります。はいはい、ということで発表していくので少々お待ちください。いや、今は、ね、ちょっとこちらはまだラフバージョンなんですけど、一体どういう風になっていくのか、どんどんツイッターで公開されていくと思いますので。あ、寄るとね、寄るとバレちゃうから、遠くでね、みんなお楽しみということで9月を楽しみにしてくださいませでございますわよ。いやー、でもなんか
発売した後の楽しみがどんどん待ってるのっていいね。ですね。あれも欲しい、これも欲しいになってくるから、うん、いやでもぶっちゃけ今ここら辺でどんどん僕らが欲しいものを言ってったら広報の人がメモ取っていつか作ってくれる可能性とかないかな。お、何が欲しい？ファイム。え、でもファイブで言うと？ファイブで言うと、ハウンドのフィギュア。またかハウンドのフィギュアが欲しいです。またモフモフか。で、 あのできればあのアナザーカラーの方の白い犬の方で、 あっちの方が新鮮な感じがする。はい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 。なんか俺ね、今世の中ほら SNS 流行ってるやん。ほう。だからなんかこう公式がなんかもういつの日かなんかこう LINE 的なスタンプ的なやつを出してくれたら、あ、それ超欲しい。え、それ超欲しい。世界中スタンプとかあったら嬉しいな。てか世界、はい、はい、世界中スタンプ出すときはモノノフ入れてください、うん、いやすいません、あの今回ファイブからモノノフ入れてください。あのラセツとかでいいんで、あの僕もしそうなったらあの周りの人にも買わせるので、うん、あ、はい、いやてか俺買って送るよみんなにプレゼントみたいな。あ、送ります。あ、そうだプレゼントで、じゃあ、あの僕今友達170人ぐらいいるので、その友達全員に送ります。たっけ。はい、あのそのぐらいモノノフ好き。そんなにか。モノノフ、はい、作ってくれるなら。いやだったら俺だってもうアンドロのお腹だけめでるような感じのやつを作ってもらうよ。じゃあ、 あの友達全員に送ってくださいね。送る、すげえ送る。モノノフご一行お願いします。よろしくお願いします。インペリアルお願いします。あ、モノノフ、モノノフスタンプ送りたいな。でもいろいろやってほしい。そしてな、なんていうか、うん、やってほしいこといっぱいあって、うん、もう言っていいのかどうかわかんないけど、うん、こう限定版に出てくる雑誌あるじゃん、なんか装填されてる豪華な。あーはははは。あれさ、結果手に入る人と手に入らない人が出てしまうじゃない、限定版であるがゆえに、うん、ははは。いつの日かデータで出してくれたら嬉しいよね。まあ今のご時世ね。いつの日かそういう雑誌を、うん、なんかあの電化的な感じでいいから、はははは、みんながいつか見られる環境ができてくれた、俺はファン的に嬉しい。でもあれって受注生産なんじゃなかったでしたっけ確か。あ、違うんだ。そうだから、やっぱりね、その辺がやっぱり俺としては、なるほど、ただの世界中ファンとしてやってきた身としては、触れられる情報と触れられない情報があるのはやっぱり切ないから。あ、なるほど、ね、いつの日かね、もう時間かかってもいいから、いつの日かやってほしいなって思ってます。俺の欲望は言い尽くした。そうですね。でもあんまり言うともしかしたら僕ら消されるかもしれない。まあ、消されるかもしれない。危ない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 。ちょっと。いや、小声にしとこう。ちょっと小声にしておきましょう。オッケーオッケーオッケー。だからモノノフを出してほしいってことも小声にしておきます。モノノフ出してほしいね。大きな声出しちゃったからモノノフ出せないかもね。いや、おい、ふざけんな。あ、そう、うん、皆さんからね、あのメッセージ。おまだ紹介。あ、そうだね。どんどん紹介していきましょう。エンディングいく？なんだと。本当、え、でも。いいの？なんかね、これ、うん、だいぶ僕らね、巻き巻きの実を使ってる感じがするけど、いいんですかね。いいの？じゃあエンディングいきますか。あらあら、ということでね。すみません、あのメッセージとかいただいてたんですけれども。もう、はい、またね、皆さんと交流できる機会があったらいいね。あったらいいな。あったらいいな。皆さんのお声にかかっています。よろしくお願いします。ということでね、はい、お送りしてまいりました川原芳久と村瀬歩夢の世界中生ラジオ、発売直前ありがとうスペシャルもあっという間にお別れの時間となってしまいました、うん、どうでした？なんか本当にコメントね、多く送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます、うん、いやね、ありがとう、発売後も続けようって言ってくれるみんなの声が嬉しいよ。嬉しい。まあでもね、なんかこう、うん、ね、スケジュールの問題とかで難しかったりしても、でもなんかどっかで会ったところとかで、ね、なんかお互いのパーティーとかね、そうだね、紹介し合ったりとか、まあ、あとね、まだしばらくツイッター続けますので、うん、ギルドカード交換したりみんなの情報交換したりとかできたら嬉しいよね。あ、そうです。あ、僕もじゃあ、僕の今のギルドカードをじゃあお見せします。あ、でも今ここで画面パッと見せても、うん、できないから、あとでさ、公式さんに頼んで QR コード出してもらおう。 QR コード出したらできるんですか？多分ね、今の画面でやっても多分みんなギルド登録するぜってやるのができなそうだから、後で公式さんにやってもらおう。あ、でもあの、あ、見せるだけとりあえず見せて、それがあの出せるかどうかわかんないですけど、だだ、僕の今のパーティーはこんな感じです。キャラクターあれだね、ファイウム以外一新されてるね。そうなんです。ちなみに設定はオセさんは、オセロット、いや違います、オセです。あ、オセか、悪魔か、はい、悪魔か、はい、悪魔です。あの、ヒムカイさんもめっちゃ好きって言ってたオセです。オセはなんかあのあれなんですよ、あのセスタスのこの色の感じが、うん、
金色と黒だったんで、アナコセっぽいと思って応戦しました。で、あの、まあ、オルトロスさんは心がないあの人形の方が出てるんですけど、このルチーフェノさんはなんかファイウムのコピーみたいな感じで、はいはいはい、その展開が作った資格なんです、はい、なるほどね、っていう設定とかいろいろ考えてて、うんうん、そう、でもね、まだね、いっぱいギルドメンバーいるんで、なんかそういうのもね、紹介する機会があったらね、紹介したいですね。ぜひぜひ。ということで、はい、あの、このラジオはですね、コアな情報満載でお届けしたわけですが、この後は趣を変えて世界中の迷宮5の発売直前を祝うスペシャルなニコ生の第2部をお届けします、はい、引き続きよろしくお願いします、まあ、でも中澤、寂しいからちょっとお便りいつだけ行こう、ね、いけるよね、いけるみたいです、行っちゃいましょう、よし、やろう、行こう、やったー、ルシファーネーム、おブラニー好きのチョコモナカさんからいただきました。仲間だね。こんにちは。こんにちは。世界樹5の体験版をプレイし始め、少し遅れを取りつつもラジオを追っています、うん、本作ではキャラメイクの可能性が広がり、今まで以上にキャラメイクを楽しんでいます。いいね。これまで様々なキャラクターが出揃いましたが、うん、お二人はこんなキャラクターが欲しいといったものはありますでしょうか。ちなみに私はゴスロリな女の子が欲しいです。なるほどね、まあ、あのリーパーちゃんみたいな感じのをもっと欲しいってことですね、うん、はいはいはい、はなるほどね。なんだろう、僕はでももうモノノフ以外だと、以外だとでもああいう獣系の種族で何かまた武人以外の方向性を狙っていく形か。いや、でも武人っていうのが素敵ですね。あ、まあ、なるほどね。武人で、あの、なんかちょっとあのね、うん、このライオンのあの可愛くてでもちょっと惜しい感じのこの顔に、うん、このマッチョな体であの細い、ちょっと細めの、ね、うん、足の先っていうのがもうたまんないんですよね。可愛、うん、はいはい、はい、いい。あ、じゃあやっぱり結局はファイムはモノノフ系に行ってほしいわけだね。それ以外だと今回、うん、あのセスタス の, あのおっさんとか、うんうんうん、であともしくはなんかこうのシャーマンで、うんうん、まあ、のブラニーであったりとかも、はいはいはい、すごい幅が広いから、うん、結構いろんなね、なんか今まであ入れたかったなって思うものとかが比較的かなってるので、うんうん、そうね、そうなんですよ。なんか人が思い浮かべるなんか RPG の世界により近づいた没入感があるっていうのがあるかもしれない、ね、幅も広がったし。どうですか、ロリハラさんは。ロリハラさんね、職業で欲しいっていうのは結構いっぱいあるな。なんだろう、キャラクターの外見としては、外見としてはね、なんか民族的な衣装が増えてほしいなっていうのプラス、あはははは、冒険者の方向性として、うん、たまになんかご老人であったり、ほうほうほう、まあ、今回初めておばあちゃん出てきたけど、あはははなんかね、割と年老いた方々が中心になっている職業が欲しい。ああ、いいですね、そういうのも。だからなんかね、冒険してると知識を使うとか術を使うって何か何らかのバックボーンがある、あの積み重ねがあってそういう技を使えますっていう達人として、おじいちゃんおばあちゃんとかおっさんとか高年齢のキャラクターだけで構成されている職業が欲しいなってのがちょっとあるんだよね。なんだろう、なんか熟練探索者みたいな、熟練探索者みたいな、まあ、ずっと家畜状態にしちゃいますけど、そうそうそう、レベルはあくまでもレベル1から始まるけど、うん、あくまでもちょっとセミリタイアしてて勘を取り戻すのに時間がかかってますみたいな感じでさそれなんか前も言ってましたね、うん、でもそういうの夢が広がっていいですね、すごく、ね、な年齢層にもっと幅が広がってくると、うん、冒険者を選ぶ幅が広がるから嬉しいな。 あとね、僕思うのはね、うん、DLC とかでもし可能であれば、うん、はいはいはい、あの NPC となんか同じ外見のやつも選びたい。なるほどね、なんか NPC めっちゃいいの多くないですか。たまにね、そうなんですよ、この子使いたいはあるわ、うん、あと僕最近だと、僕これは触れてなかったんですけど、うん、世界樹と不思議のダンジョンでしたっけ、うん、はいはいはい、あれのギルド長がすげえかっこいい、わ、うん、かるわ、あの目の死んでる感じいやすごい好き、なんかあの僕結構ときめいてあれば、うん、なんかこう結構いわゆるガチッとしてるこのおっさんとかって、うん、はいはいはい、なんかこう目がギラッとしてたりとか、うん、もしくはなんだろう、こうなんか優しそうな感じであったりとかが結構多かったんですけど、うん、ファランクスさんとか、ね、なんか目死んでて、うん、でもちょっとや闇がありそうみたいな、全然知らないんですけどねストーリーは、いや、なんか闇がありそうみたいな、うわ、なんかバルハラに入れたいってちょっと思っちゃったんですよ見てからバルハラから逃げてじゃあそういうのもね、あったらいいなっていうふうに、ね、あとね、ひむかいさん死んじゃうと思うけど、もうキャラとは全く別方向になるんだけど、うん、なんか自分が選んだキャラにメガネを装備させたらメガネのグラフィックがつくみたいな、ちょっとやってほしいなって。夢は広がります ね、まあ、僕らが、ね、でも勝手に言ってるだけなんで、うん、それが本当になるかならないかは別として、でもこれを確実に聞いてもらえて、もらえるわけですからね。そう、今まさにその辺にいるわけだから ね、皆さん、そうですよ、スタッフの皆様がね、みんなも言うだけただだから ね、はい、みんなただ言うだけただだからどんどん言うといいと思う。そうですよ。ということでですね、はい、この次の番組は どんなあれなんですか。なんとね、タイトルだけ俺まだね、ちょっとまだ台本読まないでくださいって言われたんだ、次のコーナー。なんか僕らもね、うん、さっき打ち合わせしてる時に、う
ここから先は帰ってくださいみたいな感じで。お前らはなんかこれから犠牲者になるみたいなテンションだったよね。確かに。よく分かんないまま進むんですけど、ね、そのタイトルが発売直前大感謝祭、世界樹の迷宮リアルダンジョンに挑め。リアルダンジョンに挑め、どういうこと？リス出てくるのかな。今回だったら手負いのイノシシとか出てくるのかな。来るかな。スタッフさんがこうやってブモーってこうやるのかな。俺なんか落ちてるブルーベリーとか食べちゃうよ。そんなこと言ったらもうダメだ。100金貨が落ちてるってここで拾ったら、あっとってブワって出てくる。あ、なんかカメ拾いたい。むっちゃカメ拾いたいわ。はい、世界樹シリーズをね、よく知らない方でも楽しめる番組になっているそうなので、うん、この後すぐ CM と PV が流れたら開始予定ですので、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。何があるんだろうね、これ。わからない。むっちゃ怖い。ということで、うん、お送りしてまいりましたが、川原芳久と村瀬歩の世界樹生ラジオ、はい、発売直前ありがとうスペシャル、ありがとうございました。ここまでのお相手は私、川原芳久と村瀬歩でした。この後のニコ生もやるしかねえか。
冒険は新しい世界へ。迷宮を目指す冒険者たちと世界樹の伝説を解き明かそう。世界樹の迷宮5、長き神話の果て、今なら特典付き。究極の試練がそこにある。待望のナンバリング最新作登場、世界樹の迷宮5、長き神話の果て。その樹海では恐るべき魔物が君の前に立ちはだかる。だが臆することなく進め冒険者よ。その歩みが後世のしるべとなる。世界樹の頂に立つ者は手にするという。それぞれの種族が信じる伝説を。賢き者よ、勇気ある者よ、この迷宮の試練に挑め。冒険者は4種族10職業から選択。カラーリングとボイスセレクト。僕に任せて。やるしかねえか。職業ごとに特徴のあるスキル設定でキャラクターメイクはさらに奥深く。種族スキルも新実装。君だけのパーティーで冒険を始めよう。いざ迷宮へ。印なき道を行き、やがて足跡は地図となる。そこには様々な興奮が君を待っている。冒険者の成長はさらなる高みへ。2つ名でマスタースキルを解放。ついに始まる強大な敵とのバトル。今名もなき道を切り開く世界樹の頂へ。進化した迷宮に挑め冒険者よ。世界樹の迷宮5、長き神話の果て、2016年8月4日発売。先着購入特典、サウンドトラックラフスケッチバージョン。任天堂 3DS 専用ソフト、世界樹の迷宮5、長き神話の果て、特番でも MC 務めさせていただきます松澤千明です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わーい。さあ、いよいよ8月4日ですね。世界樹の迷宮シリーズナンバリング最新作、世界樹の迷宮5、長き神話の果て発売となりまして、まあ、ちょっと改めてご説明させていただきますと、こちらタッチペンで地図を描きながらダンジョンを攻略する独自のシステム、そして歯ごたえのあるバトルなどが大好評の 3D ダンジョン RPG シリーズ。今夜はそんな世界樹の迷宮5発売直前を祝ってですね、まず先ほどに続いて第1部の河原さん、村瀬さんに続き、今回参加してくださるのがこの方です。はい、さいがです、完全な初心者です。いや、もうやるか分かんないぞっていう状態です。まあ、これこの辺がいるんであんま心配しないんですけど、いきなり呼び出されて、この何ですか、ここ立ってください、ここにいてください、ここどうしたらいいの、ね、そう、ここちょっとちなみにどこかっていう、これ お分かりになりますか。ここは階段の踊り場です。踊り場ですね。そう、100%踊り場ですね。踊り場から始まるにはなかなか新しいです。先ほどはね、ちょっとお二方お部屋の中にいたのに、そうですね、放り、うん、出されましたからね。もう訳が分からないです。ゲロって言われたからね。そしておや、何やらあちらに、うん、なんとちょっとウンサーっぽい方、あのウンサーっぽい方、ウンサーっぽい方、ウンサーっぽい方、ほら、よく見る人だ。ね、サイガさんからするとよく見る人、完全に見る人。今僕のことを初めて見てる世界中の迷宮ファンの方も多分いっぱいいらっしゃると思います。どうも、ここからは広い心でご覧ください。また吉崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村瀬君とか結構久しぶりで。そうなんですよ。ね、よろしくお願いします。松田さんもね。まさかこうご一緒するとは思わなくて、今日すごい不思議な気持ちです。でも関係仕事のアナウンサーで、ちゃんとしてる仕事は松田さんに、ちゃんとしてない仕事は僕がやるっていう。いや、違う。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 言うのに俺はもう始めましたね。いやだから僕も今日なんかさっきニコ生見てて、なんで今日大沢たかおさんがゲームの話ばっかりしてんのかなと思いながら
ちょっと見てたんですけど、ね、ゆうわりと言う感じすごいやらないでイケメンなのにこの調子者っぽいがすげえなって拝見してましたけど、で今日あのここからすごい落ち込んでますね。でここからあのどういうふうに広い心で見てほしいかというと、僕はですね、はい、あの今日ゲームマスターなんですよ、はい、じゃあもう完全なる僕らが導いてくれるんです ねそう、このダンジョンの全てを司ることになってるんですけど、ここですごい重要な情報をあのお伝えしたいと思います、はい、このまあ、ニコ生をやることが、はい、多分6月に決まったんだと思うんですよ、はい、で6月に決まって吉田さんスケジュールどうですかって、あちょっと怪しいかもしれない、無理かもしれないですねって言ったら、うん、いつの間にかあなくなりましたって1回言われたんですよ、はい、僕がやることはないからと、はい、言われて、でもやっぱりいろいろ作っていくうちに7月もかなり進んでからですよ、うん、あのすいませんがやっぱり誰か必要でしてっていう連絡をいただきまして、で連絡をあのいただいた通りに今日ここにいるんですね。でもいただいたんですけど、そう必要なんだけど、もう一つ重要な情報があります、はい、台本が来たのが昨日。やっ、やっ、ピンチに強い男、まあ、はっきり言いましょうか、いろいろやってみようと思って超詰め込んだんだけど、普通にやったら絶対うまくいかないから誰かいるという状況でございます土壇場で強いされる、このダンジョンめちゃくちゃ段取り多いですけど、マジっすか、段取りの説明30分なかったですからねもう事故の気配しかしないですね広い心でご覧ください。怖いですね、はい、ということで、まあ、今日はですね、はいはい、ここは踊り場ですけど、はい、ダンジョンです。あ、ダンジョン踊り場っていう設定はちょっと忘れなきゃいけない、忘れましょう、なるほど、まあ、ダンジョンに踊り場あってもいいんですけどねぐらい、まあまあ、でもあの階段登りますからね、これ岩とかにみんなが見えてこないといけないね、うん、そう、ものすごい想像力を発揮しても今日いやどう見てもそこはそれにしか見えねえだろうみたいなところが続出します。なるほど、ただの一応ね、階段じゃなかった、うん、そうですね、本当に料理ダンジョン、うん、文字からものすごい自分の想像力を、そうそう一応ね、文字からこの状況を自分の想像で本当にそういうものに変換できるタイプの人だけついてきてください、うん、なるほど、これはどうするこれで誰もついてこない、そしたら、まあその時はその時じゃないですか、いや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 、おい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 、これはルシファーリングが試されてますよ、要するにお客様任せです、ね、そうなんです、ということで、まあこれから世界中の迷宮を知ってる人はもちろん楽しんでいただけるんですけども、うん、ここでもう一つ大切なお知らせです、うん、私世界中の迷宮に関わらせていただくの今回全く初めてということで、プレイ時間、現状のところ体験版を40分やっただけという状況、さっきすごい頑張ってやってた、すごい、でもやってくださってるのが嬉しいよね、マップとかちょっと面白かったですね、やっぱりこうなるんだみたいなね、でちゃんとした情報はちゃんとしたアナウンサーに、はい、お任せしたいということになっております。ではゲームマスターとして皆さんにお伝えすることがあります、はい、このダンジョンのどこかにお宝が眠っています。でそのお宝を力を合わせてリスナーの方と一緒に見つけていっていただきたい、リスナーっていうかね、なんか情報があるのもうせっかくのこう生放送なので、あの生中になんかこうあの視聴者の方、ご覧になっている視聴者の方に判断していただくようなところがあったりするからみたいなものだと思ってていただきたいと思います、うんうん、さあこの状況皆さんやるしかないですよね。もちろんです。確かに。ではせーので、あのポーズを取っていただきましょう、はい、せーの、説明して初心者、松田さん、松田さん説明、そうですね、初心者、はい、そうですね、もうね、世界一の迷宮といえばやはりもうやるしかねえんですよ、うん、っていう、そう、そういう標語があるあるんです、そうですね、標語、標語、もうあのお決まりのお決まりのパターン化されているポーズと、掛け言葉があるわけですよ、番組ならではのね、うん、じゃあそこはちょっと兄貴、はい、あ、そうですよ、先陣を切っていただいてもシーブル川原さんのやつなんで、うん、じゃ あ, あの抜いてください、これね、抜いていただいて、はい、世界中といえばこのポーズになっております。世界中の迷宮やるしかねえか、うん、これ初めて見たんですけどすげえなよっとしたインパクトがありますね。ゆるいなぁ、だいたい合ってます、合ってます。もともとはあのちっちゃいね、ちっちゃいね、この女の子の子がグラニーの女の子がやってるポーズ、可愛らしいやつなんですけど、そうそうそう、ね、じゃあ、ね、いやなんか先っていうんじゃないんだ、ないんだ、ふわふわっと、こうふわっ、手の先まで意識しながらふわっといく感じでお願いします。じゃあ先輩、目が冷たい。サイガさんの怪訝そうな顔が今日の最大の見どころの可能性がだんだん今から怖くなってきました。とりあえず今間違ってはないですもんね。間違ってない、間違ってない。行きましょう。はい。はい、じゃあ、せーの、せーの、せーの、やるしかねえか。ねえか。今、サイガさんの気持ちがみんなにビンビン伝わってますよ。やったね。せーのって言われたらどうしたか分かんない。せーのって
見ながら松沢ネギがこちらの方を見てるからタイミングが逆に見やすくなるとりあえず進めよう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 一番初めにやっていただきたいことがありまして、はい、あのダンジョンに挑む冒険者は、うん、キャラクターメイクをしなければいけない。なるほど。でもキャラクターお持ちですよね。あ、そうですね、作りましたね。で、お持ちですよね。で、さやがさんだけまだお持ちじゃないということで、さやがさんに、キャラメイクをここでしていただきたい。これリアルダンジョンに全く関係ないよね、実は。まあ、リアルダンジョンですけど、こうやって作るんですよって説明だよ。一応そこは、まあ、あのゲームニコ生だし。あ、うん、じゃあ、こうやって作ったつもりで作っていただきたい。はい、ね、やってるつもりでってことですね。そうです。あくまでこうプレイしてるつもりになっていただくために、うん、はい、お願いいたします。なるほど。では、そのさやかさんにキャラクターメイクをしていただいている間に、はい、うん、ちゃんとした情報を松田さんに伝えていただきたいと思います。はい、はい、はい、すごい、ちょっと奇遇ですね。こんなとこにフリップがあったので、あ、びっくり。これは何、いい、紹介させていただきます。やった方がいいの、やった方がいいの、今。はい、こちらですね。じゃあ、さやかさんメイクするね。キャラクターを見せていただきましょう。ちょっとずれて、こっち、じゃあ、こちらに。はい、はい、まずこちら。さやかさんにはキャラクターを作っていただいております。はい、あれだね、じゃあ改めて、あまりにも何も知らないさやかさんがタモリクラブにおけるあのカニング竹山さんみたいな感じになっちゃう。ずっと文句を言う人。でもほら、キャラメイクとかはいろんな RPG とかでやるから、はい、なんとなくはできるんですが、こちらはね、見てる皆さんもさやかさんがどのキャラを選ぶか気になりますよね。こうやってちゃかちゃかいろいろ選べますの中から適当にえいってやります。適当にやった。どれだ。おお、この子やった、この子やった。あ、でもあの、あ、あれだ、情報やったよ。情報もやっていかなきゃいけないんじゃないですか。じゃあちょっとご説明しますね。世界中の迷宮5では4つの種族、そして10の職業を選んでキャラクターを作成して、うん、自分だけのパーティーを作ることができます。はい、職業ごとに特徴のある能力とかスキルを持っているので、まさにプレイスタイルはこうプレイヤーごと、うん、もうね、操作している方の数ほど無数に存在すると言っても過言ではありません。もっと前に行くとこれだね、種族が。そしてさらにですね、で、まあ、とりあえずじゃあ一番上にしときます。はい、今回のキャラクター外見はあらかじめ用意された外見から選択するだけでなくて、キャラクターの色を自分でカスタマイズすることができます。で、まあ、髪の毛とかね。さらに40種類のキャラクターボイスからご自身のイメージにあるボイスを選択することも可能。なお、ボイスオフの設定も可能ですから、もう好みのボイス設定をお楽しみいただけます。これが今回の何 DLC、 あ、そうですね、DLC だと思う。あ、入ってる。そうなんです。なんと今回ね、8月4日から配信開始されます DLC 購入することで新たな外見も選択可能、うん、ということで、さやかさん今ちょっとね DLC のキャラクターを、せっかくだからそれで作っていこうっていう感じらしいので、お願いしたいですね。なんかせっかくね、みんな、そうですね、はい、だったらこんなやつがいるんだよ、かわいい。そんなね、じゃあ特別に DLC のキャラクターをね選択していただいて様子見ていきましょう。そしてさっき言ってたあの、初めて見たこれも、ネットの情報以外で色とか色々選べるってやつですね。さあ、今さやかさんがどんどんとキャラを作っています。はい、なので、いろいろ説明しながら勝手に作っていただける。髪の色も選べます。あ、ダウンロードコンテンツのあのキャラ、ちゃんとね、目の色も髪の色も変えられるみたいですよ。目の色じゃないですね。いいですね。これはテンション上がるね。さやかさんの声しそうですもんね。しそうです、ね、あ、でも左右でも変えられるってことですね。そうなんですよ。だからオットアイにできるんですよ。すごいね。ちなみにスキンのところで肌の色も変えられます。そうですよ、褐色にもできますよ。スキンはこれです ね、これで色がいっぱい、色白にもできるし、はい、日焼けの褐色にもできる。黒が黒すぎ、すごいすぎ、ね、なんかもうすごいノーマルな色で一応作っておきたいもんね。いや、でもなんかこう、僕らね、キャラクターを作るのに慣れてしまってると、ね、見逃してしまうところをなんかさやかさんが気づいてくれてるから、すごい楽しい。うん、青とか緑とかね。あ、緑いいですね。ああ、まあなんかこう、割とちょっと、ちょっとあの、あれの、うん、RPG の主人公っぽい感じね。わかる。みたいにして選べます。そして、ボイスが、はい、ボイス選べると。せっかくだからさやかさんの声にしましょう。ねえ、2番。2番、これですね。高青年。2番、高青年。いいですね。合いますね。もう1個ありましたよね。もう1個あったよ。あ、もう1個何番です？10何番です？17？ これ、あ、これやっぱり楽しそうですよね。ものすごい楽しそうですけど、これあのこう、なんですかね、さやかさんがわざわざ踊り場に座り込んでやってると思うし。そうですよね。ずっと踊り場で、まあね、いろいろ大変だと思うんですが、踊り場じゃないんでしょ。危ねえ危ねえ危ねえ。ダンジョンの、ダンジョンの入る前で今セーブポイントにいます。あ、そうですね、セーブポイント、セーブポイント、そうそう、大事大事、これから入るからね。ここは都内じゃない、そうです、ね、都内じゃない、ここで名前入力に行って、ね、まあ、普通に、まあ、適当にサイガーでいいです。そういう、サイガー、サイガー、サイガーで、これでいい。で、これで小さな声がありましたね。これでどうする、決定すればいいですか。あ、決定でいきます。これでいいね。これで
で、できたりするとできる。こういうことです。皆さん分かりましたか？これがキャラメイクです。おね、こういうことですね。さあ、進めましょうか。じゃあ、これで、ね、時間ないから。そうですね。じゃあ、いよいよ。ダンジョンに足を踏み入れていただきたいと思います。ではじゃあまずは上がってきていただいてもいいですか、はい、どうぞこちらです。こちらです。よろしくお願いします。そのまま上がっていけばいいですか、はい、なんだろう、どっかでこう岩につまずいたりとかしてもいいんだよ。いや怖い。そんなまさかまさか、ね、まさかの風川さん、まさかの、まさかの入り口入りました、はいはいはい、まだ進まない、まだ進まない、誰も取ってなかったごめん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 川原さん、残ってますけど、今日ここから一つ、重要なことをお伝えします。僕、はい、いわばツアーガイドみたいなものですから、はい、ツアーガイドの、行ってはいけないというところに入った場合、はい、本当に行ってはいけません。なるほど、振りじゃないですよ。あ、これ絶対ってやつじゃないんですね。絶対じゃない、振りじゃなくて、それを、こう破った方に関しては今後出演がないってことになります。なんか、じゃあ途中で消えてるかもしれない。はい、そうです、結構マジなやつです、ね、おやおや、段取りは守っていただきたいということでお伝えしていくんで、ここはまだ入っちゃダメ。オッケーでしょ。まだまだ、入り口まだまだ、まだまだ、はい。ということで、まずはですね、ダンジョンにこれから入るわけなんですけど、はい、世界中の名曲といえばマッピングなんですよね。そうなんですよ。特徴はね、マットを書いてね、自分で自ら進んでいくゲームですから。はい。うん、でもちろんこう、まあ、こういうゲームですから、うん、アイテムとかも重要ということで、一番初めに、冒険者の皆様にお渡ししたい。ちゃんとアイテムがある。なるほど。何何何何。なんかいろいろ入ってますよ。はい。お、お、なんか入ってる。これまさかやっちゃっていいのね。いろいろ当てちゃっていい。これ見せて。はい、まず地図、曲がっている、曲がっている、地図ちゃんと伸ばして、地図だ、なんだこれ、はい、極秘資料、はい、VTR、VHS、しかも今の時代に VHS、なかなかないからね、なんだこれ、DVD ですから、そして、なんかボールペンと、これはだからマッピングする、僕らのマッピング用だね、タッチペンと一緒ですね。そしてなぜか小銭が、500円、違う違う、500銭みたいな、うん、なんかっていうか、じゃあこちらすごい適当に入ってるね、雑に入ってましたね、単純 EL ですけど、今日は日本円を渡させていただきます。じゃあこちら500銭、これがこれは何、ビニール、あ、なんか村瀬君なんか気づいてますね、あ、はい、このアリアドネの素材ビニールか赤でもない。お、じゃあでもこれはね、世界史的にはかなり重要なアイテムだから、ね、そういうアイテムなのね。これを使うと、うん、ここに戻れます。戻れる、あ、そう、入り口に戻ってこれる、はい、これはこう、まあ、大事なロープの、そうですね、これ、まあ、ある意味命綱みたいなもんです、これは、はい、でもダンジョンは、はい、これはね、結構マッピングもされてるんですけど、はい、僕らも初めてなので、うん、結構強敵が出てくるかもしれないから、うん、そういう時に危ねって、もう体力がない時とかにこれを使う、これも使うんです。もうなんか衣装の一部になってますけど、もう危ないとなったらこれを使えば、このビニール紐を使えば、使え、シュッと使うと戻ってこれます。安全に戻ってこれます。羽を全部向かれてラグフェアみたいになってます相当しょぼい。これはでもこれ入れといた方がいい、それともこれもこのまま持ってた方がいいの。まあ持ち方はお任せしますが、まあ荷物増えるかもしれないんで、そのとこっちゃん持ってていただいて、ね、そうですね、じゃあこれはこのご起立、今のところはしまっておきます。今のところ VTS 持ってたなって覚えておいてもらえれば、ね、しまっておきます、やってみましょう。じゃあ皆さん準備いいですか。 OK、 はい、じゃあそれでは迷った時にはアリアドネの糸でここに戻ってきていただきたいと思います。はい、それでは扉を抜けて進んでいただきましょう。どうぞ。扉がある、ある、ある、何も見えてない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 、ガラ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 、そして止まる、止まると、あれ、目の前に、おかしいでしょ、おかしいでしょ、まず松田さん突っ込んでくれる。いや、さっきから見えてたんだけど、ずっと頑張ってるからさ、みんなこれ相手にしたいと思ってたんだよ。なんであのリス、品を作ってるんですかね。おっと、リスが罠にかかって苦しんでいるようだ。かわいそう、苦しんでないじゃん、座ってんじゃん。あ、苦しんでる、苦しんでる、助けてもいいし、助けなくてもいい。さあ、でも別に苦しんでないけど、いや、わかんない、でも、リスってちょっと表情が見えないから、実は苦しんでない、苦悶の表情を浮かべるか、苦しそう、苦しそう、河原さんちょっと、すいません、すいません、助けるか助けないか決めてください。助ける、助ける、俺は、うん、もうこういう時には困ってる人は助けたい派、困ってるリスは、困ってるリスも助ける、行くか、優しいね、優しい、困ってる、優しいね、大丈夫か、大丈夫か、じゃあもう助けちゃおう、大丈夫、助けてる、助けてる、助ける、助けてる、おまちょっと来た、いける、でかい、でかい、ありがとう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 、アリアドネの糸を今、そういうことするからだよ、そうだよ、すげえ生温かく頑張ってたんだってずっとここで、そうね、褒めてやるよそこ、いやー悔しいけど褒めるしかないのね、あいつ、くそー
正しい。みんなごめんね。大事な大事なハリアドの縫い糸取られちゃった。本当だよ。リスは絶対に助けちゃいけないって。そうですよ。熟練冒険者なら知ってるだろ。そうなんだ。分かっていたはずなのに。そうだ。ごめん。ちょっとこの借りは必ず返すから。そうだそうだ。じゃあ何に関しても犠牲になっていた。犠牲ね。結局このポジションか。どんどんタモリクラブに見えてきた。番組名でも今よく考えてください、はい、今リスがいたところの目の前に何かあるね。ありますね。開けてドーンとか、はい、怖い怖い。これは宝箱か。さあ、お、善行積んだものにはこういうチャンスが訪れるわけですよ。なるほど。では宝箱開けてみましょう。開けてみましょう。開けてみましょうか。でーん、ほわほわ。おお、え、嘘、すごいよ。え、インゴットじゃん。1000グラムって書いてあるけど、え、すごい。今後ろ向けちゃダメだって思ってだけにしましょう。すごい。今村瀬くんが結構本気で拍手にしてくれたから裏が見えちゃった瞬間にみんながあーあーあーまあまあ、あーぐらいでいいと思いますけど。手に入れましたよ、インゴット。やったーやったね。何使うんだろう。新たなアイテムに加えていただいて入れましょう。じゃあこれ持ってましょうか。はい、持ってていただいてもいいと思いますよ。じゃあここに宝箱が、そうやって自分で書いていくっていうね。こうやってね、て書いてね、マッピング大事だからね。マッピング大事ですからね。そしてリスに取られたって A のところに書いておこうぜ。リスに書いてる。川原さんのせいでってね。はい、で今こういう風に行動していることについて、はい、ではちゃんとした松田さんから、はい、そうですね、はい、これで説明していただくとね、はい、まあ、こんな風に壇上内では様々なイベントが発生します、はい、まあね、危険な敵にあったりとかアイテムを入手したり、イベントが起こった場所はしっかり覚えておくと、うん、後々良いことがあるかもしれません、うん、その時にこそこちらね、今村瀬くんがね行ったようなマッピングきちんとしておきましょう。川原さんのせいで取られる、ね、そうなんですよね。また戻ってくるかもしれません。はい、そしてさらにですね、世界史の迷宮シリーズ最大の特徴の一つが、はい、ダンジョンを探索しながら自分だけの地図をかけること、うん、ぜひ自分のプレイスタイルに合わせてダンジョンを探索してあなただけの迷宮の地図を作ってみてください。今もう地図は書き終わりましたね。大丈夫です。醍醐味でした、ね、じゃあとりあえずここの、場所と出来事は覚えたということで、ね、次に進んでいただきたいんですが、お、はい、おっと皆さんから見てみると目の前に、お、何が書いてありますか。あれはお酒がありますよ。なんだと。そっち飲む。いや、下を読もう。まず O1 O1 ってことは O1 というのはアイオリスの O1。 さまざまな、まあ、必要なものをここで買うことができるわけですけども、なるほどね。ではそちらの市場ということで、はい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 、やっぱ大事ですね。それでは何か欲しいものありますか。自分でやるんだ、自分でやっちゃうんだ、まあ、はっきり言うと苦労だね。人手不足ですって呼べなかったね、店主を。なるほどね、人手が足りなかったらしいん で、うん、で、まあ、一応物を買ったりとか、さまざまな便利なことがゲーム内でできるそうなので、その大市の機能について、うん、はい、もう一回今度こう松田さんから、そうですね、はい、説明していただいて、大市とは何やと言いますか。こちらパーティーの管理を行える冒険者ギルドをはじめとして、アイオリスの街にはさまざまな施設がございます。いずれも冒険には欠かせない施設ばかりでして、うん、ぜひこういった大市などの施設を活用して冒険を進めていきましょう。はい、ということでね、大市欠かせないんですよ、うん、本当に。うん、だっていつもね、ここで買ったりしますから。はい、さらに、うん、アイオリスの大市では装備やアイテムの売買が可能、うん、さらにはこう家事を行って集めたアイテムを強化することもできるんです。で、樹海に手に入るさまざまな素材があるじゃないですか、うん、それを強化して装備品をパワーアップすることができますので、これも重要にですね、覚えておきましょう。大切ですね。いろんなことができます。昨日説明があったところで、はい、何か売ってる気がするな。おやおや、売ってるのかな。そうですね、ちょうど喉が渇いてたんだよな。ね、でビールがここにあって、うん、もう一つはこれはこれ何リコーダー。小学校の時に吹いていたものですね。大体、ね、皆さんが知っているものです。舐めるの、舐めるの、舐めるの、どういうこと。好きなものを舐めるという人もいます。闇を感じるおいちゃなんですけど、松田さん落ち着いたちゃんとした社会人に見えて、かなり闇が深いんです。そうですね、だって舐めるのってところでびっくりする、びっくりする。いや、もう闇の数だけ光があるんですよ。まあ、ただ松田の日に聞いてもらったんですけど、今のところ光が見えてくる。いや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 、闇の地獄の、はい、行きましょう。闇の地獄ね。さあ、はい、深さがほの見えたところで、はい、ここは大市です。そして何か商品が並んでいます、はい、さあどうするのかな。でもお金が、あ、さっき、あ、あったあったあった、お金が、あった
ったよ。あった500円。お金はこっちじゃなくちゃんとポッケに入れてたの。ね、じゃあなくさないように、これで何が買えますか。そうですね、500円で、はい、ここは今日だけほぼ100円ショップと同じシステムですので、はい、全部買えるってこと。5アイテム、なるほど、あ、すごい。100円でよろしいですよ。いいんだ。はい、エビス100円で買えるんだ。どうしますか。どうしますか、これ。全部買えますか、それとも。僕ね、でもね、100円はね、1個残しといた方がいい。ね、全部ください。はい。よろしいでしょうか。やったか。そういうシステムでございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、これも入れよう。これも入れよう。やったー。え、これも？今日お得感あふれるね。え、これも？これは、お盆。やった、縦関係ない。お盆はじゃあ績もどうぞ。ありがとうございます。縦が気になる。縦が、まあ、なんかあったらそれで防いでください。次リス見たらこれで叩くわ、ね、あ、じゃあこれも武器なのかもしれないですね、はい、これ武器になるかもしれない。武器だ、やったね。あ、じゃあ縦と剣をゲットしたよ。やった、そうですね、はい、いける。じゃあもうこれでもう奥まで進んでも大丈夫じゃないですか。よっしゃいますね。では奥に進みましょうか。行きましょう。よし、さあどっちに。恵比寿の OL みたいな感じになってきた。そうですね。じゃあもうそれをほら川原さんがまず決めていいから、その後。さあ、川原さん、まずならまず犠牲になってほしいから。何ですか。川原さん、僕は個人的には向こうに向かってほしいなと思って。いやー、でも向こうが気になる。向こうに向かっていきましょう。ありがとうございます。すごい。お？なんだあれ？なんか書いてある。何あれ、進めない壁。あれ以上行っちゃいけないってことじゃない。楽しそうな笑い声を聞いてくるだけの壁だからね。進んじゃいけない方向に進ませようとしてる吉田さんは何の。そうですよね。いや、進めないけど、今進めない壁みたいなのが正しい。あ、なるほど。ちょっと確かめてもらえないとかでもね、結構そういうのありますからね。そうですよね。何かを操作するととかね。なんか突き当たりまで来たら書いてあるよ。はいはい、はい、書いてありますね、はい、系譜をたどり至る結論、うん、ゴールはこちら、うん、え、もう終わりなの。あのね、さすがにそれはね、やりごたえがなさすぎる。体験はいいからですから、それだと。なのでここでよく見ると、うん、あれ、うん、でもこの台の上に何かがあるぞって感じがしますね、うんうんうん、台の上には川原さん何が。これなんかあの詩が書いてあるパネルが 1,2,3,4,5,6 つありますね。詩かな、詩だけじゃないですね。言葉がね、この言葉で出てる言葉は、うん、まああのよく見るとあれって思う方多いと思うんですけど、はい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 、そしてこれあのニコ生の画面で見えますかね、白い紙じゃないですね、よく見ると、うんうん、なるほどなるほど、はいはいはい、あのカメラさん寄って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 、ちょっと手に取って見えます、こんな感じになっております。これ、ね、ほら、うっすらと、うっすらと見える、ね、うっすらと何かが、ほら、ジャケット的なものが、ねえね、えはぁ、見えますね、ジャケット的なものがね。あ、これほら、2とか書いてある、書いてありますね、わかります、あの3とか書いてありますよ、ね、これひょっとするとあれじゃない。ああ、わかったわかった、ほら、分かった、ね、並び替えるんだ、うんうん、この正しい文の並びに変えろみたいなこと、うんうん、ね、ほら、全部この、そうですよね、はいはいはい、このキャッチコピーではないですけれども、うんうん、ね、ゲームタイトルね、うん、リアル脱出ゲームってみんなこうやってハマってくんだね、今ね。わかりますね、なんかやってて楽しい、ね、段取りがわかりました、段取りわかりましたけど、そんなに難しくない、うん、なるほど、そこまで、そこまで、そこまで難しくないんですけど、ここに書いてあるのはあくまでイラスト で、うん、でちょうどこれなんか台みたいになってるじゃないですか、はいはいはい、台みたいになってて、でこれ あ, のあれなんか DS とか 3DS の、うん、書いてあるぞ、書いてますね、って書いてありますよね、うんうん、あのパッケージのサイズにこの台ってどうですかね。なるほど、うん、小原さん、どんな、ひょっとすると僕らこのパッケージを一つずつ探していかなきゃいけないってこと。どうして分かったんだろ う自分の才能が怖い。川原さんすごい。川原さんすごい。そういうことか。やったー、キャッキャッ、さすがさすが、ビールが泡立つ。まだ早い、まだ早い、まだビールあげちゃダメですよ。はしゃぎすぎたようださ。進めない壁の前にいかにもな台が置いてあるということは、多分この先に何かあるんだけど、そのためにはこれをクリアしていかないといけないと、うん、僕らは鍵を探しに行くわけだね。そういうことですね、うん、では行ってみましょうか。ここで何をすればいいか分かったんですけど、次に進むべき場所があります、うん、ではちょっと周りもまた見ながらちょい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 進んでいただきたいと思うんですけど、はい、宿屋があります。宿屋ありますね、まだ
ダメなんですね。目の前すぎた。目の前すぎた。今の雑賀さんが突っ込むのは分かる。そう。だって今普通にありますねって言ったらあるもんね。目の前ですもんね。宿屋以外にもある。ある他のとこ行かなきゃいけないんですよね。じゃあちょっと進んでみましょうか。進んでみましょう。進んでみましょう。じゃあ切り込み隊長まずちょっと。じゃあちょっと罠を恐れながら抜き足、刺し足。時々引っかかりながらな。カナさん面白いよね。大地の創造と書かれた扉があります。はい、あります。大作品ありますよね。あの書いてあります。大地の創造。2つあります。しかも2つあります。ここに何か何かがあるのではないですか、ゲームマスター。いやーなんでこんなにこの人鋭いんだろうな。おやおや熟練冒険者はこうだ。すごいですよ。だいぶ前で今ものすごいアップになってたから余計とってもアップですよ、多分。なんかだんだんいたたまれなくなってきた。そんな大丈夫ない、そんなこと。大丈夫、いけねー、いけねー、いけねー、アップアップ、今アップされてるよ。近いから、近いから。俺イケメンで本当にこうやる人って坂本ですがでしか見たことない。そうですね、あの公表放送中の放送中で放送中のね、チーム緑川さんね。さあ、開けますか。第一行きましょう。創造の扉。でもあれですよね。開くのかな。扉を開けるっていうのは結構緊張感ありますよね。開くの、開いちゃったよ。大丈夫大丈夫。開くのかなって言ったら開いちゃったよ。大丈夫これ。本当に大丈夫。なんか虎とか出てこない？虎。あっと。え？びっくりさせんなって。いや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 、大事でしょ。今川原さん固まってるだって。マジ固まりしたよ。俺意外とビビりだから。本当ですか？よし。行こう、行きますか。とりあえず行こう。ではなんか目に見える範囲に罠はない、ね、進んでいきましょう。じゃあ進んでいきましょうか。なんでぶつかるの。さあさあ何がありますか。さあとりあえず何、ロッカールームですね。ロッカールームですね。なんだろう、まだ特に何もない。こっちも、こちらは壁でございます。壁で、壁壁壁壁、まあ、ダンジョンっぽいですよね。お、何か、おおおおっていう壁が怖い。何がいる、何がいる、何がいる、何がいる。部屋に入った君たちの視線の先には、はい、これまでも見たことがないような強大な魔物がいた。しかし幸いなことに魔物は寝ているようで、まだ君たちに気がついていないようだ。で、このまま気づかれないうちに立ち去る方が無難だろう。あ、しかし君たちは魔物の後ろに宝箱を見つけてしまった。お、前だね。宝箱を取りに行くも行かないも君たちの自由だ。しかし冒険者が宝箱を見過ごすなどあってはならないことだ。河原さん今武器と盾を持っている。河原さん、河原さん、あれ俺の記憶が正しければさっきのリス野郎ですよ。違う違う、全然違いますよ。さあちょっと具合悪そうにして、誰かが取りに行かなければなりません。ここで今ご覧いただいている視聴者のあなたにアンケートです。なんだ、ここにいらっしゃるお三方のうち、はい、宝箱を取りに行くのは誰がいいでしょうか。1番川原さん、2番村瀬さん、3番雑賀さん。それでは、アンケートの間に FOE の解説を松田さんからお願いします。そういうことね。なるほどね。今ちょっとこのところにフリップがありました。世界中の迷宮5ではモンスターは通常見えません。フィールドを歩くことでランダムにエンカウントするのですが、なんと FOE、 このフィールドにいますね、敵だけは特別でなんと目視することができるんです。特に本当に危険なモンスターですので、見かけたら決してこう戦わなければならないというものでもなく、非常に注意して逃げるとか、それはもう独自の判断にお任せいたします。行けると思ったら戦ってもいいけど、さらに見えてるから。そうなんです、フィールドにいる敵は特に。そしてこのフィールドのね、 FOE は規則的な動きをします。動きを読んで回避することが重要となってきます。プレイヤーが動くたびに FOE も一緒に動いたりするので、そこでまあ戦うか逃げるかと。それは難しそうだから、ただ今気づいてないんですよ。そうなんです。だから今寝てる隙だよね。寝てる隙に宝箱取るか、もしくはあの背後を見せてるんで、もう叩くか。ああ、そう、叩く。先生で、叩きたいけど、そうすると事故になるから。そうですね。なぜかわかんないけど、僕もそんな感じがしてます。ちょっと事故になってしまうので、危ないですね。さあ、それではこの中で結果なんですけども、いろいろとコメントではですね、もうどうせ一択じゃねえかみたいな。いや、そんなことないよ。持ってるからでしょ。俺も武器持ってるから。あゆむにそんなことさせられないよ。もっと。さあ、どうなるか。今僕の目の前の席にはここにスマホがあるんですけど、そろそろ結果出ますか。結果出ますよね。わかりました。では結果表示していただくとどうなるでしょうか。どうですか。今ドキドキしてますね。でもやっぱりもうね、これで普通に何かあったらもうね、別に行っちゃってもいいとは思う。頑張っちゃってもいいとは思うが、やっぱり誰誰ですか。では結果を発表させていただきましょう。
川原さんやっぱりさすがだってほらさっき武器構えちゃったから川原さんが 55.9% で圧勝ですね、村瀬さん、雑賀さんは 20%、23% ということで、もし、ね、でもいい勝負しましたね、でも、うん、1回目から決戦投票みたいな感じでした川原さん、川原さん、ね、盾は装備しなくていいですかね。そう、完全盾はちゃんと装備しない。これ俺戦った方がいいってこと、いや、わかんないです。一歩ずつ、一歩ずつ動いたら、ほら、ちょっとわかんないから規則的な動きをすることがあるから一歩ずつ近づいて確かめればいいね。行くよ。気づきませんように。川原さんにしか戦えないよ今ね。あと2歩ぐらい、あと2歩ぐらい、あと1歩。荷物置いた、置いた置いた置いた、慎重だ慎重だ、盾で守って自分を守って。そういうこと、どう意外と意外と宝箱は宝を手に入れた途端、恐ろしいことが起こった。 FY が目覚めたのだ怖い怖い怖い、これは近づいてきた、近づいてきた、立派な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 、逃げた方がいいぞ、逃げた方がいいぞ、逃げた方がいいぞ。カメラさんが危険だよ、カメラさん、カメラさんどいてくれないとみんな逃げらんだから。なんかすごい滑らかな動きしてて怖い。フーイさん結構あの肋骨が見えるぐらい痩せ型だね、痩せ型のフーイさん、抜けた方がいいのか、抜けた方がいいのか、どっちがいいのか。さあ一目さんに逃げた、一目さんに逃げようか、一目さんに逃げよう、一目さんに逃げよう。ちょっと何これ、逃げるというか、さあまだ後ろに怖い。みんなほら川原さん置いていこう、ちょっと避けたいですね、置いていこう、置いていこう、戦ってには必要なということだったんですが、うん、いや無事で良かったですね。良かった、もうなんか転送の危機だと思いました、ね、なんかもう抱かれちゃいそうな気持ちになりますよ、あれね。しかもなんか意外と痩せ型でね、うん、本当に生きてて良かったと思います。良かった。なんか知らないけど予想以上に怖かった。何が起こるか分かんなかったけどね。迫りくると怖いんですよね。あ、ちょっと今書かなきゃいけないですよ。うちの優秀な冒険者ですからね。さすがマッピング、うん、でもそしてせっかくもうね、悲しみを乗り越えて手に入れましたよ。悲しみを乗り越えて行ってみましょう、お盆に乗せて、あ、お盆も邪魔だったらこちら盛り上げますよ。それは別に特に使わないからね、本当はね。じゃあ行きますよ。さあ一体何が手に入ったんでしょうか。パカッ、おまずは一つ目、さっきの世界中の迷宮ワンが、ワンですね、はい、手に入りました。おめでとうございます。これ1個目のアイテム。そして何か手紙が入っている、封筒、ちょっとファイル読んで、何だろう。あ、インゴットももう1個入ってますね。あ、そしてさっきもあったインゴットは、インゴット2つ目、2つ目のインゴット、手に入りました。もらいますよ、よいしょ。じゃあこれは、え、お、これを読みますよ。どうぞ。謎解きイベント開催決定。はい、これもしかして今このイベントの中ね、はい、このニコ生の中で謎解きイベントが増えたのかなって思った方いるかもしれませんが、うん、そうじゃないです、うん、今ここで発表になったそうなんですが、うん、世界中の迷宮の謎解きイベントを、視聴者の方が参加できる形で本当に行うことになりました、うん、すごい、すげえ。ではその情報をやはり松田さんからお願いします、はい、ではまた偶然ちょっとお伝えいたします。この世界一の迷宮5長き神話の果て、なんと謎々劇団とコラボということで、秋葉原と大阪難波にて世界一の迷宮5長き神話の果て、この世界観とコラボした謎解きイベント開催いたします。よっ、まずゲームセンターを舞台に参加者自身がなんと頭と体を使って進めていくリアル謎解きゲーム、実施開始は2016年秋を予定しています。詳細は公式サイトおよび公式ツイッターにてお知らせいたしますので、続報にご期待ください。そうだね、これは楽しそうだね。いや
今日のニコ生の数倍の完成度のものをお届けしますそうですね、今こんな感じですけど、今こんな感じですけど、これがクリーンアップされてる、FOE もすごいね、FOE クレンダー、皆さんがやっていただくものはもっと高い完成度のもの、リスは生かしてほしいですね。そうだね、そうですね、今日もしかしたらちょっと、もしかしたら川原さんを別の何かの役としてキャスティングしたりできるかも、川原さん欲しい、川原さん欲しいね、呼んでいただければいつでも、いけるただの FOE として頑張ります、 FOE なんか、FOE なんか、さあそれではこれで今手に入ったアイテムが増えました。はいで、ね、うん、ではこの、ね、調子でいろんな、まあ、部屋とかを探索するべきなんじゃないかなというふうに思うんですけども、さっき雑賀さんが何か見つけちゃいましたよね。そうだね。あ、ありましたね。そこに行くのね。行きましょう。ちょっと僕、ま、今FOEとの戦いで疲れちゃったんで。そうだそうだ。ちょっとまずは休みたいな。ちょっと気づいちゃったからね。ちょっとなんか今もう腰、そうですね、腰が減っちゃったね。あ、なんか出てますよ。なんか出てますよ。ジェネット、ジェネットちゃんがいる。行きましょう。ちょっと行きましょうか。もう疲れた川原さんを休ませなければいけない。癒してあげよう。ジェネットがいる、ね、基本的に川原さんだけみんな働かせてませんか。そんなことないです。川原さんない、ね、いいところに気づきましたね。ちょっとみんなも絡んで、ほとんどもう飼い犬みたいな状態なんですよ。いやでもね、パーティーだとやっぱ誰か一人がね率先して動くんですよ。おっと、今宿屋にもう入ってきましたね。かわいい、あら、はい、すごい、ジェネットさんかわいい、いらっしゃいませ。あ、もう入っちゃった、怖いね、みんな入ろう。ジェネットさん、なんか悲しみしか感じないね。ジェネットさん動きやばいです。若干悲しみしか感じないね。ジェネットさん、なんかタイツの向こうに笑顔が見えてちょっと笑ってるよね。頑張ってる、本当だ、いい人や、いい人だな、笑顔だな、ありがとうございます。さあそれでは松田さん、ここ宿屋ですよね。そうなんですよ、はい、宿屋っていうのはやはりこう世界中の迷宮では非常に重要な、重要です。もう宿屋がなければ冒険できません。まあ、はい、RPG の定番ですね。街にある施設、このジェネッタの宿では宿泊をしてパーティーを回復させたり、またセーブを行うこともできます。そしてギルドカードの管理や QR コードの読み込みなどもここから行うことが可能ということで、もう大いに活用していただきたい施設でございまして、もう本当に私も何度泊まったか分かりません。地図も順調に書かれてますよ。ここは増えてきますね。でこれちょっと奥まで進んでいただくと、この辺面白いことに本当に宿屋になってるんですよ。本当の、本当の宿屋です。あ、本当だ。さっきのロカールームとちょっとイメージが違うんですよ。すごい、ね、ちゃんとこうありまして、ベッドもあります、何ここ、なんかちょっと、え、嘘、ちゃんとしてます、ちゃんとしてます。ちょっとなんかシーツがくしゃっとなってるあたりがちょっとなんか、はい、ちょっとすぐにそういう闇のところばっかり返してるから、そこで違い許してあげようよ。松沢ネキは何を想像したんだい。だってほら、ほら見て、皆さん見て、本当だ、昨夜はお楽しみでしたね。そうですか、違う、あるすぎや。さあそれでは、ね、せっかく宿屋に来まして、ベッドもあるということは、うん、まあ、皆さんもだいぶ疲れが溜まってきてますよね。一泊したいかなと思いまして。わかります。一泊したいですか。一泊したいね、うん、なんならね、あのジェネッタさんと川原さんと一緒に、そうだよ、ね、宿屋の人をちょっと呼んで一緒に寝ていただいて、宿屋の人、宿屋の人、ジェネッタさん、川原さんがちょっと勘弁してって、川原さんが勘弁してって言われてる。いいよ、俺まだフリーだから大丈夫。逃げ、いろいろとフリーだよ。逃げちゃって、ジェネッタさん、ジェネッタさん、そういうことはしてくれないみたいな。そういうことではない。まあね、まあ、だけど川原さんも泊まりたいことは間違いないですよね。なるほど、そうですね、ちょっと疲れちゃったんで。冒険者の皆さんも、まあ、多分そろそろちょっとお疲れのところかと思いますので、うん、それではみんなでここで一泊しましょう。おー、一泊しよう。疲れた、疲れた。いやはい、おはようございます。おはようございます。いやよく寝たね。川原さんはもう全開だね。全開です。いやもう疲れが一発で吹き飛びましたね。一人で使ってたもんね、ベッドね。本当にもうみんな同じベッドに来てくれないからちょっと寂しかった。でも川原さん偉いよね。もうあの最初にこ う、ね、全く一緒の状態に戻しても。俺もね、得意技ベッドメイクなんで。それしたらちょっとあの辺くしゃっとなってますね。生活感大事かなと思ってさ。松田さんがなんかこのシワのある感じがすごい素敵ですね。ちゃんとそこね、生かしてね。やっぱりね、綺麗になりますね。綺麗、さすがもキャラメイクもベッドメイクも変わらない。大丈夫です。大丈夫です。まさかの松田さんがうまいことを言い始めてるこの状況ですが。はいはい。ということで、声優さんたちにせっかくのね、あのこうスキルを使って、すっごく雑な芝居をしていただいたところで、はい、せっかくいっぱい一泊してくれたおかげで、親、あそこで何かが出てきましたよ。ジェネタちゃんがまた。おっと。そうなんです。今回ですね、新世界史の迷宮2のソフトとそのものとタペストリーをプレゼントということになりました。視聴者プレゼントなんだ。本当に。いえいえ、ここでプレゼントを。私たちに。
僕ら冒険者の皆さん。やだ、ありがとうございます。ではちょっとお持ちいただいて、アイテム袋どこやった。あ、そうだ、ここに。あ、これもしまっちゃった方がいいね。そうですね、しまっていただきます。アイテム使いますけど、ものすごい勢いでアイテム。じゃあそれから箱ももう分かってますけど、中身開けていただきましょうか。はい、開けます。ありがとう、ジェネッタさん。これです。よいしょ。今度は軽いです。おお、これですね。はい、先ほどの来ましたね。はい、世界樹の迷宮、新世界樹の迷宮2ですね。はい、パフニールの騎士のタペストリーとソフトそのものがプレゼントになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ここに置いてみましょうか。そうですね。ここはもう敵とかいなくてよかったね。はい、よかった。じゃあ、次の部屋行ってみましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。回復しましたしね。ね。はい、では出てきましょう。あれだね、RPG いうとこの戦士だね。ですね。すっごい大事だね。頑張る。ボロボロになっても頑張る。バイバイしてくれてるよ。ありがとうございました。ありがとう、ジュネッタさん。なんか、USJ みたいな。なんかね、アクションっぽいですね。テーマパークっぽくなってきてますが、はい、じゃあそれでは、でもまだここにはちょっとたどり着けないですよ。ね、まだ探さなきゃいけないんですけども、さて、じゃあ次はどこに行こうかな。どこに行こうかな。もうちょっと向こうの方かな。行きましょうか。最初は行けなかった向こうの方に。あ、そうだね。そうですね。最初は行けたんですけど、大市を通り越えて行ってみましょう。道よりも先のところまで進んでほしいかな。はい、もういいよ。どん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 切り込んでくださいよ。俺もちょっと回復したとは言えない。私どっちかというと遊び人とかいう立場だから。ああ、なるほど。いや僕もどっちかっていうとなんかこう薬草とかでね癒したりとかするんで、だから違うゲームの話ばっかり出てますね。一番どうでもいいはずの僕が気にしてますね。ファユムはハーバリスト。ハーバリスト。さあ次ですけれども、うん、次はどの辺かな。こっちの方が親何かが空いている感じがします、ね。何ですと？ここは入っても大丈夫そうな。いけるんですかね。雰囲気が、まあ分かりやすく空いてるやつには入ってほしいよね。なるほど、ね。分かりました。じゃあ警備隊長、警備隊長お願いします。明らかにマナだと分かっても飛び込む、それが冒険者。いいね。かっこいいこと言ってる。かっこいい。いきますよ。かっこいいこと言ってる。トゥン。お、なんかある。なんかあるみんな。なんかある？もうちょっと進んでみていいですよ。もうちょっと行ってもらっていいですか？はい、もうちょっといけますよ。もうちょっといけます。もうちょっともうちょっともうちょっといけます。もうちょっといけます。もうちょっといけます。みんなこっちだよ。ありがとうございました。きっと川原さんが何か見つけてくれるんじゃないですかね。そうですね。そうですね。そろそろ、そろそろ見つかったかな。何やってるのか、川原さん。ごめん。川原さんごめん。ごめんね。さすが相棒。すぐ行ったよ。3人パーティーだって ごめんなさい、置いていっちゃったからね。ね、ごめんね。ごめんね、ごめんね、ごめんね、本当にね。みんな優しい。すごいな、ここ。すごいな、ここ。ちょっと、なんだろう、ここなんか。これ、なんなんこれどうしたいの、これ。これはなんか、お弁当のお仕事とかだけど、これ。はい、はい、そこね、あそこね、普通にはっきり言いましょうか、そこね、スタッフの喫煙ましょう。ちょっと入りすぎました。そうですね、ここの手前のとこなんですね。僕らが見なきゃいけない。これだね、なんかあります。お、ある。最初にもらったやつとか使えないかな、なんだろう。あと VHS ブルーレイ、ブルーレイってありますけど、明らかに規格が違う。え、じゃあちょっと電源入れてみる。ね、あ、そういうことか。どこだ、これかな。これ、あら、ブルーレイ専用って書いてあるんですか。あ、本当だ、ブルーレイ専用入ってるとかじゃない。皆さんが今お手元に持っているものの中に VHS？ あ、VHS？ お、そうですね。VHS もうほとんど最近見ることのないこの VHS テープ。なんだろう。さあ、ここまでの冒険のことをちょっと思い出してみてください。ここまでの冒険のことを思い出していただくと、ここまで巡っていったスポットで何か教えてもらったことがあると思います。教えてもらったこと。思い出せるかな？リスに近づいちゃいけない。うん、それでは。あれだ。なんだろう。アイオリスの大市で、なんかアイテムをグレードアップできるって言ってたから。なんかあれじゃん。これインゴット使うんじゃない？インゴット使って規格をランクアップする。あげる。そういうことで。マジ？これでできる。そんなの。がいける？そのだからインゴットをどう使うか私は知らないので。インゴットを使うと今回 の世界樹の迷宮5から武器のグレードアップができたりするんですよ。今日おやおやおや、そうなんです。そういうことなんですね。ということは、すごい、 VHS にインゴットを使って、インゴットしかも2つある。
ディズニーからさらにブルーレイ嘘でしょ間違えてベータの企画を持ってくるみたいな。いやいや、なんでなんで俺のナウしてあ、じゃあこれいいこと使ってもう一ってますかもう一言ってますかもう一言ってましょうかこれ何俺なんかすごい今日頑張ってる感あるいやいや、ベータってすごい名探偵だね、名探偵川原すみません。はい。まだね。まだ。今ほら頑張って今テンションやってるから。テンション、テンション。だって西賀さんほらもうあからさまなんだもんこれ。ダメだ。こう最初に気づいちゃダメだったんで。ここに来なきゃいけなかった。来てからだ。俺が悪い。いやいやでもねすごいなと思ったのがこの人たちガチで何も教えてないですけど本当にこれにたどり着いたんだ。いやあの川原さんの推理力が半端ない。でも2つってことでみんなが気づいて、うん、したらああのごめんなさいね。ここでああって言わなきゃいけなかった。全然さすがに VHS、DVD、ブルーレイでこの変遷をアラフォーはよく知っているって話ですね。すごい。いやアラフォーあもうあの過ぎましたけど。もう40行った人は知ってますましたけど ね, ねじゃあ行ってみましょう、ね、じゃあこちらの極秘資料にインゴットを使うと、はい、DVD すごいちゃんとここ飛ばさないとこ好き、はいね、そしてこれを使うとだけどここの大人たちに注意したいろいろバカバカそれが正しいですねさあブルーレイが見つかったということはあそこの天津国にいたりし人の郷に行って見ましょう、うん、見ましょうさあ見ると吉田さんが大変だよさっき、ね、マスターやったり店主やったりさもう一人重役ぐらいです人手不足は解消されていませんよ、はい、すごいこれで見れるんだ、ね、これ機械の使い方間違ってたらどうしようそしたらここ入れてひどいですよ。あ、ちょっとブルーレイ、入れてよで入れ て, 入れてお動いた。そうすると動く？来るのかな？世界中ニコ生をご覧いただいている皆様、こんばんは武田玲奈です。はい。実は私藤原グミゲームズの高ためのアルケミストの公式サポーターをさせていただいてます。そして今日は世界中ファンの皆様にお知らせがあってやってまいりました。では早速じゃん、タガタメのアルケミストと世界中の迷宮5がコラボしました。その紹介をする前にまずはタガタメのアルケミストの紹介をさせてください。タガタメのアルケミストとは高低差のある 3D マップで繰り広げられる本格的なタクティクスバトルが特徴のスマホで遊べるシミュレーション RPG です。骨太な戦略性のあるゲーム性が特徴で世界中の迷宮が好きな方にもきっと楽しんでいただけるゲームになっていると思います。音楽は下村陽子さん、オープニングアニメはマクロスやアクエリオンシリーズの川森昌司さんが監督をしています。こちらもぜひご覧いただければと思います。それでは早速世界中の迷宮5とタガタメのアルケミストのコラボ企画を説明したいと。ちょっと待ってください。すいません、説明の前にこちらお願いします。はい。世界中の迷宮5ではダンジョン内で食材をゲットし料理することで様々な恩恵を受け取ることができるようになっています。ということで現在リアルダンジョンに挑戦していただいている冒険者をサポートするため武田さんにはここ若洲海浜公園で魚釣りに挑戦し食材をゲットしていただきます。題して東京湾の迷宮5長き釣り竿の果て江戸前鮮魚を釣り上げろだそうです。応援よろしくお願いします。これ全然やり方わからないけど大丈夫かな。やるしかねえか。
よろしくお願いします。お願いします。今日はハゼと鈴木をやってみましょうか。ハゼと鈴木、はい、よろしくお願いします。お願いします。こうか、釣れるかな。釣り堀ならあります。海釣りはないです。はい、よいしょ。どうしましょう。はい、じゃあ鈴木を釣りに行きたいと思います。ないです、この時間に。ありがとうございます。反乱軍を追って敵を全滅させろ。みんな生きて帰るわよ。生きて帰るわよ。よし、早速倒しました。みんなに手出しはさせない。声優さんも豪華なんですよ。当たらないさ。みんなに手出しはさせない。強い。あー危ない。よし、あとちょっと。よし、倒せました。この調子ならテストクリア。皆さんもぜひやってみてくださいね。そうですね、でもストーリーがすごくしっかりしてるというか、ドラマ性があってストーリーも楽しめるし、キャラクターもすごく可愛い女の子とかっこいいイケメンの男子がたくさんいて癒されるし、すごい結構女の子でも男の子でも楽しめると思いますね。ちょっとまた置いて待とうかな。あー本当ですか、ありがとうございます。あ、すごい。よし、じゃあ早速プレイしてみたいと思います。新しくギルドを。よし、じゃあギルド名を決めます。これに決めました。見えないかな。レナーズです。あ、なんか種族か、これかな。ウォーロック、この女の子にしようかな。かわいい。名前登録しました。キャラクターを登録しました。ペロって名前でしょ。ペロにしました。ハガタメもこの名前で登録したんで。でもキャラクターもすごい可愛くて、目も綺麗だし、ちょっと本格的にプレイしてみたいです。釣れてる、はい、嘘、釣れました。やった。魚越しの。でももっと皆さんに食材を届けるためにもうちょっと粘ってみます。大物取ります。あ、ごめんね。
ということで改めてお知らせです。世界樹の迷宮5とスマートフォンで遊べるシミュレーション RPG カガタムのアルキミストのコラボが決定しました。カガタムのアルキミストに世界樹の迷宮5のキャラクターフェンサー、シャーマン、リーパーが登場し、世界樹の迷宮5をモチーフにしたコラボステージが登場します。コラボ限定シナリオで世界樹のキャラたちと織りなす物語はカガタムファンにも世界樹ファンにも絶対に見逃せないです。近日スタート予定ですのでぜひお楽しみに。それでは皆さん、世界樹の迷宮とカガタムのアルケミストやるしかねえか。武田玲奈でした。武田玲奈ちゃんがあんなに頑張ってくれている間に、皆様はこの休憩っぷりという状態でございまして、まあね、いい休憩だよね。可愛かった、可愛かった、ね、あんな可愛い子に雨の中釣りをさせるのも ね、過酷だね。ねえ、なんかあれはでも頑張り屋さん、あんな本当に釣れた時の感動、ね、そう、うん、しかもさ、あれでなんかもう諦めましょうじゃなくて、もっと大きいの釣ってきますっていうのが、ね、すごい根性あるよ。いい子、ね、もう完全に部屋飲みじゃないですか、みたいな。空気にしのコメントも落ち着いた、落ち着いた、よかった、よかった、おかげさ、うん、もう一つプラス情報で言うと、武田玲奈ちゃん結構ガチの兄歌ですよ、マジ、マジ、あんな可愛いのにって言っちゃ失礼かもしれないですけど、でもほら声優さんも豪華ですし、あ、そうそうそう、声優さんの名前も結構知ってるんだ。冗談じゃなくて、週あの常に毎シーズン3本か4本ぐらい見てるらしいです。あら、でもなんか嬉しいですね、いろんな作品触れてくれてるの。ゲームやってたしね。そうそう、多分皆さんのこともご存知だと思うんです。なんとら、よろしくお伝えください。どこに、どちらかというと松田さんと同じタイプの人種だと思う。いや、闇を抱えてるところで。いや闇ばかりだ。いや闇は濃いけど光が濃くないやつ。いや闇の深さは光の強さということで、コラボ、コラボって。今ちょっと武田さんにもご紹介いただきましたが、改めて紹介します。横座りが無駄に色っぽい。なんなんでそこを今指摘してしまったんですか。なんで立たないんだろうと。で、タガタムのアルケミストになんと世界樹の迷宮5のキャラクターフェンサー、シャーマン、リーパーが登場して、世界樹の迷宮5をモチーフにしたコラボステージが登場。なんとこの3キャラクターの他にもどうやら他の部分でも世界樹コラボがあるようなので、ちょっとこれは世界樹ファンとしてもね、ぜひ触れなければならないなという。近日スタートです、ぜひお楽しみに。はい、で、この情報を伝えてくれた武田玲奈ちゃんなんですけど、あれみんなに食材を届けるために頑張るって言ったじゃないですか。嘘、まさか。その食材が今ここに、マジの、ガチの、ガチで、本当に届いておりますが、じゃあつまみって書いてあるの、紫ちょっとなんかしてます。お酒もあったものね。あ、これはすごい。めくってめくってみると、なんか違う。想像していたものとは違う。想像していたものとちょっと違う。あれ、もっとさ、ちゃんとしたお魚じゃなかったの。でしたよね、なんか、俺が見たものとは違う魚になって。あ、でもこれまずはそちら、こちらが僕らがゲットしなきゃいけないものだよ。はい、ゲットしました。ありがとうございます。おめでとうございます。武田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そして武田さん、ありがとうございますと言っていいものがもう一つ。あら、おつまみ。あ、武田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、つまみ。いや、でもこう大きさが、うん、違う、大きさが、あれ、でも武田さんの心の優しさによって僕らに届けられた。そう、増えたんだよね。増えた取ってくれた。で、これってなんか、今まで持ってたアイテムと相性良さそうだなって感じですね。あー、だいぶいいですね。ほらさっきあったカバンの中に、ほら、最初ほらあったあれですよ。まさかのこれだわ。てーん、ますます部屋飲みか。やだ、ちょっと落ち着きますね。さあ、ここで腰を上げようか、みんな。なんだと、座り込んじゃったけども、ここでみんなでこれを食べてもりもり飲んで何かが起きると思いか。起きねーか、心の火事がきっとここで、うん、でも心がね、なんか一つランクが上がっちゃったりするのね。まあ、やらなきゃいけないことがまず、そうだ、いや、それは終わらせてからまた、そうだね、後でしっかり飲もう。
うん、これ絶対そうね。あとでっていうか、これがセットになったことによって、あれ、ちょっとまたさ、また今びっくりなんですよ。マジか。これ明らかにこぼれるでしょこれ。ぐちゃぐちゃになっちゃう。びっくりした。この人すごい、ね、すごいね。ちょっと今持ってるんですよ。違う違う、もうなんか全部入れるのも戻して、これも手持ちにしましょう。で戻して、何かこれを待っている人が近くにいる気が、近くにいる気がする。なんだと。さあそれでは次の部屋に行ってみると、あ、そういうことか、行きますね、はいはい、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんよ。すごいアイテムを手に入れてしまったよ、ね、そうですね。もうあと5秒反応が遅れてたら松沢姉貴のせいで危なかったよ、反応なかった危なかったよ。さっきのアイテムと相性がいいんですけど、じゃあちょっとおつまみはね、一回すごい匂いする煮干しのなんかもう香り立つ煮干し、すっかりちょっとそれさ溶きないよ、ラップ。すごい匂いだよ。まあ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 。なんで今ラップを外してしまったんだ。ものすごい煮干しの香りが今、充満してる。まあでもね、あの、まずくはない。まあ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 、大丈夫ではあるんですけど。大丈夫ですけど、匂いが充満します。さあ、そして、また新しく、そういえばこんなところに。みなそこを覗きて後、なんかあったね、あそこに。ありましたね。ありましたね。向こうにも書いてあるし、よし、ここに行けば。また鍵が手に入るに違いないやつですね。じゃあそれを餌に何かが出てくるかもしれない。何かおびき寄せる系これ。そうなんです。ここに入るためには一つ条件がありました。はい、実は酒とつまみが必要かな。あ、よかった。これもうつまみをねこの中に入れてたらねすごい大惨事だよね。本当の。じゃあこちら、はい、じゃあ一本ずつ持ちましょうか。はい、おい、紫君ってもう飲める年だったっけ。僕全然飲めますよ。そうだったっけ。飲めます。なんかイメージが10代なイメージです。そうですね。でもとっくに10代終わりました。そうか、バレーボール部の人じゃないんだ。こらー。いや、そちらでお世話になってます。それはそれでそうですよ、ね、そうなるよね。じゃあそしてちょっと中入ってみましょうか。これを持ったまま、では、はい、裸に入ると一体何が。おやおやおや、では皆さんどうぞ。え、何これ、すごい漫画喫茶みたい。めっちゃおやライトがいっぱい。ここのダンジョンの空間すごいな。すごいね。いいなぁ。もう悲しくなってきたね、いろいろ。え、どうしたの。また一個悲しみの声をしなきゃいけなくなった。ちょっと絵的にちょっとな、そんな出演の仕方。どうも、先にいただいてます。お疲れ様です。お疲れ様です。何をやってらっしゃるんですか。この方、はい、ゲームミュージック界のレジェンドのお一人でございます。小四郎雄三さん。そんな出演の仕方。いますびっくりした。レジェンドって言われてんのに、レジェンドがまた出すっていいのは、ね、まあ皆さんもあの、ね、いっぱいやりますね。やりますか。いいんですか。そうなんです。いいの。先ほどのつまみと酒で、ここからは小四郎さんと、あの、世界中の迷宮の音楽についてのトークを、やったー。今、東方なんだよ、なるほど。せっかくだから、大山さんをさらに呼び込みたい気持ちが満々になってるけど、あ、じゃあこれもせっかくだからみんな行きましょうか。行きましょうか。これどうしたらいいのか。ここに並んだらいいのか。そうですね。あの、座り方とかはお任せします。あ、じゃあ、あの、ずるっとこう、ずるっとそうです、撮影台がずるっとこう行っていただいて、撮影台のところにね、いろいろ映り込んじゃうから、じゃあせっかくだから、ベンチのところに、はい、おかけいただきましょうか。いろんなものがあります。じゃあもう、小四郎さんの隣に星を置きつつ、はい、これは、初めまして。あ、どうも初めまして。僕らの旅行放送というところの、はい、ラジオ局のアナウンサーなんですけど、MSX でロマンシアとか超やってました。あめちゃくちゃ面白い。未だに覚えてる。あんまり動かない方がいいね。ティーってやつですよね。はいはい、2万回ぐらい聞いた気がします。すごい、もうレジェンドですよ。ですよね。レジェンド、こういう形でも待たせるなってね。ごめんなさい。まさかのビール持ち待機。そうなんですよね。ありがたいことでございます。パールさんそこ座ってますよ、席が。でもレディを立たせておくのもあれだなと思って。いやいやいや、俺立ってますよ、うんうんうん、座ってえ、じゃあパールさんの膝の上とか。じゃあ俺こういう配置になろう。あ、座っていいじゃん。よろしいんですか。もちろん。すごい、おー、ジェントルマンが何を狙っているか分かる。狙ってないよ。いや、フリーだからね。そんな話は引っ張らないやつやで。じゃあ、そちら皆さんも絶対早っ。これもやってないよね。もう松沢ネギにはびっくりするわ。天然すごい、もうこれあの尺とか考えて戻っちゃった。尺ね、なんか今人のためを思った系ですけど、自分が飲みたいだけで。いいです、飲みたかったら飲んでいただいて。そうか、みんながやるだけ。うわぁ、ダメダメ
さっきガラさんでした。乾杯。申し訳ない。乾杯。なんだこれ、お金もらって楽しんだ逆酒まで飲めるって。そうですね。パラダイスですね。そういうイベントですね。はい、今日の生放送は。すごいよね、これ考えてみるとこれ収録でこれやってるのともかく本気で生でやってますからね、これね。一人でもアルコールに本気で弱い人いたらどうするつもりだったんだっていう気がするんですが、比較的僕弱いです。弱いちょっと抑えめでね。ドクターストップこの辺で、はい、ドクターストップ事務所ストップなどありえると思いますが、そこはお察しくださいませ。よろしくお願いします。いやでもなんかあのいろんなね、先ほども内田さんのゲーム話もそうなんですけど、やっぱりレジェンドですからね。そうなんですよ、本当に。だってもう何十年ゲーム業界って30年ぐらいですか。30年ですか。ゲームの歴史が何十年だと思ってるんですか。本当ですよね。最初期から僕らが馴染んできたゲームの音楽を手掛けられてるわけだから。うもうさっきの話ですけど、僕はあの MSX やってる時に全然知らない、コンポーザーのこととか全く分かんない状態だけど、小学生ながらいい曲だと思ってテープレコーダーにつないで撮って聴いたりしてたんですよ。あでも分かる。懐かしいっていう。あれ、っていうか、あのごめんなさい、そもそもあの初対面ですごい失礼なんかも。はい、初対面ですか。そうです、はい、あの 5年で今おいくつなんだ。あ、私今年49です。ショックを受ける人たち。そうです、ね、違うでしょ、なんか、僕の漫画に出てて、なんかあの石の仮面とか使ってるね。めちゃくちゃ若くない。年齢を感じさせない ね、若さだから。そうですかね。いや、マジですよ。来年50ですから。すごい、見えない。確かにすごいですね。それだけやっぱり、ずっと、ね、仕事してるから。うん、キラキラしてる。そうそう、いや日の光は浴びてないんです。だから肌綺麗なんですね。ある意味ね。それでもちょっと石仮面っぽくもあります。石仮面っぽい。さて、じゃあそれではここで皆さんにトークしていただくについても、はい、まあなんかあのいくつか知っても来ていただきたいことがあるんですよ。これこの中のこれ開けちゃっていいんですよね。お、こちらね。じゃあ、せっかくの。じゃあ、松田さん何すでに煮干し指さしてるんですか。煮干しは食べるものね。煮干しは食べてもいいですよ。松田さん的にちょっと宝箱開けてください。いやいや、ここはやっぱ食べていいなら食べてる。え、もうこれでいいの？あ、ちょっと待って、こっちはこっちじゃなくて。食べてもいいよ。すいません、じゃあ、じゃあ、やりましょう。はい。さっきカード。こっちね、このカード。このカードは何なのか。はい。これは一体何なんですか。じゃあ、これはこのカードをどれか引くと、うん、引いたカードに出ている言葉についてちょっと喋っていく、はい、いいですね。そういうコーナー、はい、そういうの好きです。お願いします。じゃあ、そういうの好きですか。はい、え、じゃあ、え、全員引く形ですか、これは。そうですね、とりあえず、カールさん、引いていけば1枚引いていただきたいんですが、とりあえず引いていただきたいんですけど、あの、一つだけ重要なのは、明らかに1枚違うカードがありますよね、はい、これは、僕は最後に引いた方がいいと思います。なるほど、なるほど、はい、これ最初に引いたらすごい空気読めない人になる。もうみんな分かりやすすぎる振りってやりづらいから。じゃあいきますよ。はい。おー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 。これは一体何でしょう。じゃがじゃん、サントラ出ます。おー、出るんすか。おー、え、いつ頃出るんですか。9月の28日に、はい、5PB さんから出ます。おー、はい、でこのサントラは、まあ、もちろんあの本編フル収録するんですけど、うん、まあ、なんと FM 音源版のダウンロードコンテンツに出る曲も全曲収録いたします。すごい、はい、あ、これはなんかすごいいい情報をいただきましたね。わーい、素晴らしい。せっかくそういう話だからお伺いしたいのは、あのもう小城さんの音楽でやっぱり他の人たちと違って、うん、明らかにあ、いい曲だって思って調べると、うん、あ、小城さんだっていうことがいっぱいあるじゃないですか、うん、あのなんかこう今回も新しい曲いっぱい作られたと思うんですけど、はい、作るときにこういう風にして作るっていうなんか小城メソッドみたいなのあるんですか。あー、そうですね、まあでもそのあ、いいなって思ってもらえる、まあ、ポイントっていうのはやっぱあるんですけど、まあ、それは、ええ、そうですね。え、それどんなポイントですか。それはちょっと一言で言うのは結構難しい。これでもなんか第3回のラジオの時に、はい、あのそれてなの大山潤さんと小城さんが来ていただきまして、その時に話されたのが、先頭の曲はなんかリズムで押せるみたいな話されてましたよね。ああ、そうですね。まあ、何でしたっけ？あの BPM が180で、BPM、で2バスだと受けるんじゃないですかって話をしたんですよね。へー。だからあまりゲームに馴染みのない人でもそのリズムで聞くと、あ、
テンションの高い戦闘曲だなっていうの盛り上がるから、だいたいそれで騙せますっておっしゃってたのが小島さん。いえ、でも世界中でもそういう早い曲だま実はないそうですよね、はいはい、割となんか各階層の曲がゆったりとしたりして雰囲気になる戦闘曲もそんなバカっ早くないんですよ、はい、それはなんか理由があってそうされてるんですか。まあ、やっぱあのなんていうんですかね、こうエキサイティングの曲っていうのは、うん、あの瞬間的にはうわーってくるんですけど、うん、何回も何回も聞くとやっぱこうなんていうんですかね、はいはいはい、こう盛り下がってしまうというか、飽きが来やすいんです。聞き慣れちゃうんですよね。そんなになんかこう盛り上がりに感じる、そうなんですよね。だからその辺のいい塩梅っていうのもやっぱ RPG ですからね、うん、何回も何回も聞くので、なんか特にいいってやつね、RPG だと特に戦闘の曲って多く聞く機会があるじゃないですか、はい、でなんかでもあ慣れたなと思った瞬間に次の戦闘曲が来たり、うん、長く曲を聴いてるうちに転調してさらに盛り上がったりっていうのがあるから、なんか あの辺もやっぱりこだわりがあるんですか。そうですね、そうなんですよ。そういうところも構成なんかもここで来て盛り上がるとかっていうのはやっぱそういうのって例えばなんですけど、はい、小城さん自身が大体戦闘ってこのぐらいの曲でまず聴いてもらう想定なのか、はい、それとも小森さんが大体戦闘これぐらいで想定してますっていうんですか。いや世界中ってもうこれでもうねナンバリング5作目ですから、うん、もう自分も散々やり込んでこうなんていうんですかね、こうテンポが分かってるんですよね。この辺でこうピンチになるなとかね、分かっているので、はい、まあ大体それぐらいの尺で作ってここで盛り上がり、なるほど、大体そういうの経験上で、はい、なるほど。作った曲を今回はサントラとして9月の28日に発売とおっしゃってましたが、はいはい、サントラ出ます、はい、これサントラにするにあたってもやっぱり、まあ、普通にゲームに入れるとでもちょっと違った工夫がされてるわけですね。今回特に高音質録音をやっているので、うんまあ、その良さっていうのが、まあ、ちょっとやっぱゲームだとスピーカーちっちゃいですから、まあ、ヘッドホンで聴いただけると良さっていうのが分かるんですけど、まあ、さらに CD だといい音で聴けますよっていう感じですかね。それこそでっかいスピーカーとかで聴きたいとこちらで、そうですね、できたと思います。はい、うん、まず1人目さんとについてのお話でございましたが、はい、じゃ あ, あと2枚ありますんで、うんはい、じゃあこれはもう3枚か、あと3枚正確にはね。じゃ あ, じゃあこれはもういらないです。いらないです。お皿まで持っていただいてありがとうございます。これどうなんか後で使うのかと思ったらそうでもなかった。あ、ちゃったように欲しい。じゃあいいんですか。いただきます。はい、なんだ。じゃあこちら FM 音源 DLC 出ます。おやったー、ダウンロードコンテンツ、うん、はい、はい、出ました、うん、ということで、はい、もうその情報ってもう前回ね、そうですね、出て、うん、なんかすごいむしゃむしゃ食べる、うん、今ね、それこそ今出るサントラ出ますの方にも出るっておっしゃってましたもんね、うんはい、FM 音源版が入りますということで、うんはい、じゃサントラにそれも入りますか。今そしてちょっと聞こえてきましたけど、これですかね、うん、おあ、そうです、出ました。もうこれはオールドゲームファンだったら感涙の何十時間何百時間こういう音楽を聴いていたかと。これあれなんですよ、ここに収録に来る前にちょうどできたんです。すげえ、できたてほやほや、できたてほやほやなんです。あ、でもダウンロードコンテンツだからこそそういうのが可能ですもんね。そうですね、後から追加で。いやもう本当にもう時間ギリギリなんですけど、いやでも完成してよかった。そうですね、こちらの方もね。いやでもこれぜひぜひ本当に見てくださってる皆さんもサントラ買ってね、うんうんうん、いい音源といいスピーカー、うんうん、ヘッドホンで聞いていただきたいですよね、これ、うんうん、ぜひぜひ。でもあともう一つは、うん、こう FM 音源ってもう今のゲームのこのリッチな環境だったら必ずしも作んなくてもいいわけですよね。そうですね、はい、だけども作ってるのはやっぱりなんかこだわりがあるんだと思うんですけど、まあ世界中の1と2と3が、うん、まあ、そういう懐かしい音源を採用するっていう、まあ、そういうコンセプトで作られてて、ええ、やっぱそのファンってすごく多いんですよね、うんうん、であと私の、まあ、30年やってますので、はい、昔その聞いた音っていうのがすごくいいって思ってくださるファンの方がいっぱいいるので、うんうん、まあ、それ特別に、まあ、5、4からはもう生音源なんですけど、うんうん、まあ、5では DLC で FM 音源も対応しましょうっていうことで、うんうん、サービス的なところが、うん、お客様の需要にも応えつつ、はい、そうですね、はい、FM 音源だと音数とか限られてますよね。よくご存知ですね。いやもうゲームマニア、ゲーム好きだからですけど、ね、その今回は FM 音源 何音制限とかであったんですか。それもですね、今 FM 音源って言っても、はい、もう何十万音ってできちゃう、簡単にできちゃうんですけど、それをあえて、ですね、活性の、そうなんですね、だいたいですね15から20ぐらいの間の和音に絞って、またスーファミぐらいですかね。ね、そうです。スーファミ2個分ぐらいですよ。スーファミ2個分。あ、スーファミって8音までだったんですか。8音までです。そうだったんだ。はい、へえ。
じゃあスーファミ2個分ぐらいのでも限定なわけですよね。そうです、今だったらいくらでもいけるところ、ね、FM 音源があった時代よりは2倍になってるけども、うん、でもそうなんですよね。ただあの時代にも、うん、まあ、そういうの15、6ぐらいの和音っていうのは出せてたんですよ、うん、なんですけど、まあ、今回だからあえてそこにこう制約してて、懐かしくて楽しい、ね、聞いてね、詳しくは世界中ラジオボリューム3、あ、そうですね、3つ目詳しくお話しいただいているということですので、そちらを見ていただいて、はい、お楽しみしていただきましょう、はい、ではじゃあ次のカード引いていただきましょうか。じゃあ、はい、もう2枚しかない、はい、このままいくと最後のカード松田さん引くことになります、ね、あー、そういうことだったんだ。お、なんですか、なるほどね、はいはい、なるほどね、はい、じゃーん、お、あったわ、あれはそういうことだったんだあ、リコーダー持ってた、リコーダー、ね、これはえ、なんと、え、なに、これ、この流れでいいの、これをまさか、え、ちょっとこれをまさかの、まさかの小城さん弾いていただけるんですか、これ、はい、マジでまさかのちょっと、ちょっと、松田さん、舐めてないですよ、舐めてないですよ、舐めないでおいております、リコーダー誰も舐めてない、舐めてません、誰も舐めてません、え、なにこれ、この音源後でちょうだい、本当に、あ、確かにそうですよね。本当にですか？はい。え、リコーダーなんて。いや、でもリコーダーって普段全く吹かないですから、ね。まあ、そうですよね。だからこれ私も持ってないんで、うん、用意してくださいって言って、よくしてもらってるんで。そうなんですか？なんで、もうほとんどぶっつけ本番なんですけど。おー、はい、すげえ。本来は小城さんはプレイヤーとしては何を演奏されるのか。キーボードがメインなんですね。そうですよね。はい、でも今日はあえてリコーダーをここで、すげえ、生放送で演奏していただけると、たどたどしいですけど、はい、すみません、贅沢なことになってる、はい、ではじゃあ、昼の街の曲のメインメロディーをちょっとやってみましょうか、はい、おちょっと小城さん、FM 音源バージョンの他にリコーダー版作りましょう。そういうカタログなね、楽器でやるっていうのもすごい面白いですね。すごい久しぶりにリコーダーの音聞いたけど、すごい柔らかくて、うん、なんかいいんですね、すいません、なんかこんな、うん、ぶっつけで、いやーということで、49歳の大御所がリコーダーを吹くすごいよ、リコーダー持ちにくいからやりづらいと思うね、っていうか、なんかね、自宅にリコーダーがなくてぶっつけ本番でこんなにやれるすごいですよ、すごいすごい内容でしたが、ね、さあここまでしていただいてもまだ1枚が残っておりまして、どうぞ天然の方引いていただいて、ゲスザムさんお願いします、これは待って天然の方引いていただいて、これはそしてその後で聞けなかったかもしれないからね、一番早く濁してんのこれって引くとかじゃなくないですか、ちょっと待って、ひっくり返すとかじゃない、引いてください、そうなんですか、引いていきましょう、いっぱいやるから、おー、引けるかな、引けるかな、どうしようかな、突然小芝居、ダラ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 、これにします。じゃあ内容は？内容はじゃん、おお、音楽イベントを開催決定。これも初情報だということですね。はい、じゃあ松田さん、してんじゃないですか、抜ける人、さあ松田さん、ちゃんとしたアナウンサーに戻ってください、お酒飲んでるけど、さあ、いっぱい決めてから、飲んでからいっぱい決めてからいっぱい、じゃあ、潤いをね、はい、潤いを、じゃあこちらね、世界中の迷宮ライブ2016開催決定です。嬉しいね。いや、これすごい。ね、日時は2016年11月23日水曜日祝日です。会場は吉祥寺クラブシータ。出演は、ね、もちろん小城さん。そしてなんと SQE、 こちら FOE バンドとなりまして、チケット発売日など詳細は後日公式サイトにて掲載いたしますので、しばしお待ちください、うん、公式ツイッターなどでも告知いたしますので、どうぞね、フォローとチェックお忘れなく、ということで、これ小城さんも出演される決定で、はい、おお、小城さん自身
身はその S 級バンドに出られるか、うん、いやまだ何をやるかはちょっと FOE バンドですね。ここからあくまでも小城さん自身がご出演されると、はい、伺います。あ、これチケット取ろう、吹くんですか、やっぱ吹くんですか。こっちじゃないやるならこっちですよね。そして小城さんの吹いたリコーダーを松沢ネギが持っている。なめない、じゃあそれでもあともう一つまだ宝箱が、はい、あ、そうですか、開けてなかったですね。それも開けて、開けて、あ、じゃあせっかくだから小城さんから、はい、あ、そうですね、じゃあ、手渡していただいても開けていただきましょう。開けていただいた上でパカーン、やったー、やったー、やったタイトル、はい、で今回は世界一の迷宮3が渡されるということで、うん、はい、じゃあ受け取ってください、受け取っちゃってください、いただきます、ありがとうございます。はい、迷宮3さあということで、まずは小城さん本当に何から何までありがとうございました。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 物質にすいません。はい、急に真面目なところに移動したいと思いますけども、はい、なんか、ね、イメージ的に言うと小城さんがゆっくり飲んでるの邪魔した感半端ない。そうですね、本当にね、お邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。持っていくのか、あ、そうだそうだ、なんか飲みかけだから持っていこうとしてる。持ってってもいいですよ、持ってってもいいけど、飲みながらでも大丈夫ですよ。そんなに激しい戦闘はないと思う。ていうかもう本当に松田さんがグビグビ言ってんだよ、ね、煮干しもポリポリ、ね、すごいな。松田さんお酒好きですよね、基本。そう、そうですね、はい、ちょっとね、アルコール消毒大事みたいな、ね、こういうことを言うタイプの人です、ね、お仕事中ってことをすっかり忘れてる。だんだん知れば知るほどイメージが変わってくるのが松田姉さん。今日はほらちゃんとした MC がいるからちゃんとした情報僕任せてます。そうですね、今日遊んでいい立場だって聞いてたから楽しそうになってきました。楽しそうになってきました、はい、僕はまだ飲んでないですよ。じゃあ行きましょうか。じゃあそれではですね、続いてはまだこの奥にもいろんな、こちらの席がまだあるみたいですね。行きますか、はい、行ってみましょうか。行きましょう。小城さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて引き続き楽しんでください。まだまだおりますので、はい、ごゆっくり煮干し食べててください。これはどっちに行けばいいのかな。どっちに行けばいいのかな。こっちはトイレだね。お、じゃあ右側、あ、なんか書いてある。お、学生だ。何かありますね。何かあります。あ、本当だ、本当だ。河原さん、あれなんて書いてあります。人は歴史の中に真実を見るって書いてありましたね。お、行きますか。はい、お、しかもなんかちょっとここからあれだね、漫画喫茶みたいになってる。確かに面白いここ。面白いことになってます。でもなんかこの壁がある感じとかちょっと世界中っぽくて ね、 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 なんかね、なんかパソコンとなんか変な丸と×のついてる変 な、うん、なんだろう、変なアイテム。丸×クイズみたいなこと。なんでしょうね、これ。これはみんな入れるのかな。入りますよ、どうぞ。みんな入っちゃっていいんですか。これみんな入る、入っちゃっていいんですか。うわー、なんか、あーあ、これ絶対このクソログやつや。あ、かわいい。マジか。狭いの、狭いの。マジか。落ちたよ、これ。ほら。なんで狭いんだもん。あそこのカメラからも見られちゃう。見られちゃう。やめて、もう。はい、ということで、はい、この辺の中にこんなものが置いてありまして、ね。なんだろう。ね、丸と×がついてる。はい。丸バツクイズ的なやつ。でも、まあ、とりあえずこいつがあるってことは、これはもうついてるの、うん、なんか見るっていうことですね。ということは映像が来るのかな。なんだろう。さあ、皆さんに入っていただいたところで、はいはい、ここで、アナウンサーらしい業務一つやらせていただきましょう。はい、ここでですね、皆さん、ここに届いていない冒険者からのメッセージが、うんうん、ここに届いているということですので、ご覧いただきましょう。どうぞ。川原さん、村瀬さん、ニコ生をご覧の皆さん、こんばんは。ストレイテナーの大山純です。明日宮城でフェスがあるので、ニコ生お邪魔できません。残念です。ファイユムにもデス地獄姉さんにもできたらお会いしたかった、そういうわけでメッセージ V という形でお邪魔します。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、僕も世界樹の迷宮5を心待ちにしている冒険者です。僕が冒険者として愛を語った、世界樹ウェブラジオシャープ3が公開中なので、見てない方はぜひこの機会にこの後ですね、ご覧ください。そういえば体験版が配信開始しております。やってますか？この V を撮ってる時点で体験版が配信されて2日かな、ほぼやりきってしまいました。やりすぎです。ありがとうございます。とても楽しかった。
最初しかできないんだけど、もうすでに新しいダンジョンのギミックなんか登場し始めてワクワクしてます。発売まであと5日、この続きがやりたいです。さてここからが問題だ。突然ですがニコ生でリアル迷宮に挑戦している冒険者の皆さんにここでゲームに挑戦してもらいます。ゲームをクリアすると迷宮探索に役立つアイテムをゲットできるみたいなので、川原さん、村瀬くん、頑張ってくださいというわけで、ストレイテナーの大山潤でした。冷静に考えて、はい、ロックフェス前日のアーティストがこういう番組にコメントくれるって異例中の異例でしょ。異常事態ですよね。ありがたいことですね。ありがとうございます。なんか本当にストレイテナーって多分日本でも今一番ロックフェスでお客さんの集まるバンドの一つだと思うんですけど、その大山さんがなんと世界中の迷宮大ファンなんですってね。とてもねクリアしているわけですからね。でその大山さんがクイズを出してくれと言われましたので、こちらに預かっているんですが、このクイズに正解するとなんとですね、タペストリーをまたゲットすることができることになっておりまして、じゃあこれ見せさせていただきましょうか。よいしょ。じゃあこちらがそのクイズの商品としてかかっているタペストリーでございます。あらー、贅沢ステーキ、さすがですよね。はい、じゃあこちら見ていただきますが、はい、欲しいと思って読んだ。あー、元の子がいる。落ち着け落ち着け、大丈夫。この白いやつ僕一番好きなんです。へー、なるほどね。ちょっと余裕を垂れてきた。気持ちが分かる。かわいい、かわいい。いやー、4のタペストリーこんなだったんだ。あと土もぐらがかわいい。土もぐら、これ後でください。正解すれば正解しなきゃいけない。絶対に正解しましょう。正解したら俺がもらうわ。じゃあもう責任持ってこれ持ってるわ。あ、そうだ、わかりました。タイムが頑張らなきゃダメだよ、ね、これじゃ。で、大山さんからのですね、こう要望に応えて、はい、皆さんに挑戦してもらうのは、うん、二つなスキルクイズなんですが、この二つなスキルクイズなんですが、まず二つなとは何かというのを松田さんからちゃんとした情報として、はいはい、そうですね、私、はい、あのほら、はい、初心者なんで分かんないですね。改めてお伝えします、はい、こちら、はい、ある条件をクリアした高レベルの冒険者はマスターとなりまして、上位スキルとなる達人スキルを習得可能になります、はい、達人になった冒険者は2つ名を選択することが可能、選択肢によって異なる能力を身につけることができます、さらにキャラ育成の奥行きが広がった感じですね。もう一つ能力がつくみたいなぐらいの。そうなんですよ、それで名前がつくと、そしてそれを踏まえた上で、はい、松田さんからクイズも出題していただきましょう。はい、なるほど。ではこちらから本気を出さなきゃいけないですね。そうですね。クイズでは絶対に当てよういたしますよ、はい、まずこちら、先ほどの川原さんと村瀬さんの世界中生ラジオ発売直前ありがとうスペシャルにて発表されたリーパーの達人スキル、こちら鮮血の斬撃の効果は次のうちどれでしょう。あったね、鮮血。いきますよ、3択です。まず1番、正気並走時に自身が敵を状態以上にするごとに全攻撃力が上昇する、うん、2番、正気並走時に自身の HP ヒットポイント消費して2回から4回ランダムに近接残攻撃ができる、うん、3番、正気並走を身代わりとして戦闘離脱してターン終了時に敵1体に近接残攻撃して復帰できる。なるほど。これは分かりました。では正解不正解の判断は松田さんにしていただきたいと思います。これはですね、はい、よろしいですか。せーので言いますか。いきますか。お願いします。せーの、2番。お、正解です。僕らね、攻撃回数の話してたからね。よかった。それでは強いねって言ってたもんね。その村瀬くん待望のこちらのタペストリーを、やったー、はい、嬉しい。じゃあこれアイテムとしてゲット。嬉しい、はい、これはファイルのものだね。物飲むかわいい。物飲むかわいい。いやでもこれしてて、ね、一番喜んでる人の元に行くべきだね。ね、いやーよかった。これじゃあアイテム、あ、そうですね、セットの中に加えてください。ちょっと一旦持ってる、はい、持ってます、うん、あ、持ちたいのね、はい、シワシワにならないようにね。あともう一つ忘れてるかもしれませんけど、はい、皆さんは何を集めていたんでしたっけ。あ、そうだ、ソフト、あの鍵を集めてた。そういえばその鍵となるこちらが、お、ここにありますね。こちらです。こちらも差し上げます。おめでとうございます。これはアイテムボックスに入れましょう。これはもう真ん中に入れましょう。わーい、どんどん揃ってきた鍵が、そうですね、さあだいぶ揃ってきたところで、
もうずっとここにいてもさすがにちょっとなんか先の展開はなさそうなので、はい、次に移動した方がいいんじゃないですか。あ、すごいくつろいでこのまま普通にいそうだもんね。そうなんですよ。ここはね、あ、なんか床もすごくふかふかで、ね、気持ちがいい。もう酒飲んだ後にあの漫画喫茶で完全にオールコースです。そうですね。なんかサラリーマンの日常みたいな感じですね。すごく今居心地がいい。金曜日のサラリーマン、土曜日のサラリーマンですよ。あ、漫画喫茶って今すごい居心地いいんだ。ね、綺麗なんですね。ね。大山さんありがとうございます。もう。うん、ありがとうございます。いや。あ、嬉しい。では漫画喫茶を抜けていただいて抜けて抜けて、よし。あ、もう小城さんはいないのに煮干しだけが残っているよ。あ、やっぱ煮干しいらなかったんだね。どうぞどうぞ。あ、いいです。うわ、すっごい惨状だね、もうもはや、ね。そしてその後ろでタペストリーを持ちながら満面の笑みで来る。嬉しそうだね。いや、よかった。好きだね。幸せそうです。おや、おや、先頭で待っていていただくと、見せながら、ね、見せながら、皆さんも待って、もう少し前に進んでいただくと何かが、うわうわ、え、あ、川原さん、川原さん一番前だ。これ川原さんだ、これ。これ川原さんだ。これ川原さんだよ。ちょっとせっかく前にいたなら前行ってよ。これ担当じゃん。いや、嫌だよ。だって、マジか。だってリスに取られたら嫌だもん。これだって確実に川原さんのせいで始まったんだもん。すごい手招きしてるもん、あのリス。知能あるよ。行く？ちょっとみんなついてきて。ちょっと。ね、先、もうみんな。ほら、一人にしないで俺のこと。酒飲み終わっちゃったらもうみんななんか必ず本音が見えてくる感じに。ここがリスの最終屋になります。はい、来て。ウェルカムしてる、ウェルカムしてる。これスタイルいいんだよな。うわ、リスがスタイルいい。ちょっとこれ一人じゃできないですよ。みんな来てるやつ。アリアドネの糸がすごいいっぱいありますね。うわ、なにこれ、すごい。あ、これはすごいですね。こっち、こちら側に。こっち、こっちね、こっちね。あ、じゃあちょっと。あ、ジムじゃん。すごいね、ここ。なんでジムであんの？いろんなことがありますよね。はいはいはい、で、いろんなものがあるんですけども。なんかすごいいろんなものになってますよ、これ。リスの最終ポイントということで。なるほど。最終ポイントというのも今回のゲームでは重要な要素なんですよね。それでは、じゃあ松田さんにここで解説していただきましょうか。はい、じゃあそうか。松田さん、お願いします。お願いします。はい、はい、こちら。ダンジョン内では様々な素材が採集可能。最終ポイントはいろいろな場所にございまして、ぜひね、皆さん探してみてください。なお、残念ながらリスの最終屋というのはゲーム内にはございませんので、うん、あしからず、はい。まあ、今日に関しては最終の要素をここにちょっと持ってきて集めてみましたということなんですけども、はい、糸がいっぱいありますが、これはアリアドネの糸とは別に関係ないです、うん、でね。これはなんかいわゆる駄菓子屋の例のなんつうか、あれみたいなもんね、あれみたいなもんね。そうですね、そうですね、あれが欲しいですね。いろいろと欲しいのありますよね。欲しいものがたくさんあります。真ん中のあれ、うん、真ん中のあれと、うん、全部全部欲しい。気になるんですよね。全部欲しくないさと、うん、いいですよね。よく見るとこっち側に紐、あ、商品がついてる紐、うん、はい、こっちの紐の反対側の端がありますよね、うんうん。さあ、これを引いていく方がいいか、そうじゃないか。君は糸を引いてもいいし、引かなくてもいい。なんで決めたんですか。ゲームマスターを無視して、とりあえずみんなが聞いた。ちょっと昔の天の声の時の修正が今残ってるんだよ。でも聞いていただきたいと思うんですけど、これもまたよく見ると一本だけ何かみたいな感じになってますよね。あ、じゃあこれはまだ引かない方がいいとか、そういうこと。サイガさん、さすがです。だいたいここまでのところでもうだいぶこのスタッフの癖つかめてきましたよ。これを間違えて引いちゃった日にはあったって話です。なるほど。わかりやすいやつは、おやおやですね。なんか見たことないけど、真田丸にこの家ちょっと出てきそうな感じがするちょっと偉い感じ、ちょっと偉い感じ。じゃあそれではちょっと引いていただいても、どこから引いていただいてもいいですか。これちょっと、全員でみんな一斉の背にしません、まずは。あー、まずはね、うん、そうですね、まあでも一個ずつでいいかなみたいな感じ。あれ、一個ずつ、なるほど、一個ずつ引けと、一個ずつ引きましょう。なんかこれ責任重大、ね、ちょっと怖い。さすがに、まず先陣を抜いて、1、2、3、4、5、6、6あります。はい、全部6ありますから、ね、ちょっとカメラさん、あれ、ちょっと、カメラさん映せるかどうかですけど、今 6? 明らかにちょっと1、2、3、4、5、6、6です。この2つが一緒です。セッションギルドカードをセットになってます。どれじゃあ合ってます。分かった。でもこれは引かないで、もういくよ。どれを引くのかな、まあ、どれだろう。一番左って何かな。変わらない。明らかにだってリスって書いてあるんだもん。普段引けないよ。リスって何だいたい。そうですね。この前のリスって何だか分かんないですからね。よし、もう決めた。はい、もうちょっとせっかくだからこれからいきましょう。せーの、ダーン。おー、なんだ、これです。こちらです。こちらですね。
世界樹の迷宮ワンツーの公式設定資料集ですね。はい、そうなんです。すごい。やったー。すごいです。だからこれもどん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 アイテムとしてもうゲットして構いませんよ。なるほど。あ、じゃあこれゲットだね。はい。やった。どんどん川原さんの荷が重くなっていて、ね、すごい。肩の荷が下りないね。やだ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 。じゃあもうどんどん引いてっちゃう。じゃあ引いてっちゃう。川原さんお願いします。じゃあ一番右引きます。レッツゴー。ヘイ。サウンドトラック。やったー。なおこちらは小田井さんのサインが入ってると。いやー、小代さん。小代さん、小代さん、小代さん。じゃあ、ブラ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 。じゃあ、僕は、おこれも引くで。せーの。はい、はい、そして、あっという間に動きました。やった。え、何それ。はい、なんとですね、今回、小代雄三さんと大山潤さんが作成したパーティーのギルドカードをゲットできる権利がプレゼントされます。わずか2日で体験版を終えた大山さんのギルドカードが手に入るわけですね。お二人のギルドカードはこれから公式サイトで公開されるようですので、ぜひチェックをしていただきたいと思います。これもバンバン引いてちゃった方がいいの？そうですね、ファイム行こうじゃん。そうですね。じゃあ、向いていきます。クリアで。さあもうこれはもう間違いなく。え、まずはどういうこと？はい。じゃあまず、また一つ外を増えました。世界一の迷宮。やったー。これがなきゃ僕らクリアできなかった。じゃあ近づいてもらいましょう。どうぞ。からの？あれ、白来ました。極秘は？え、なになに？まだ極秘の話があるの？さあ、じゃあ極秘は、じゃあこちらも今引いたのは村瀬君。はい。じゃあ開けてください。え、なに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 ？なんだ、極秘白が絶対一番最後だと思ってたんだけどな。違うんだね。違いましたね。9時だからね。ね。お、なん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 。せれれ。え？どういうこと？おお。え、なに嘘？どうなって、どういうこと？ B1 グランプリ食堂コラボ？はい。これも、あの、先ほどと同じように、まあ、いわゆるリスナーの方が参加できる、うん、そういったあのイベントなんですけども、じゃあこれも松田さんにお願いします。はい、じゃあ私ちょっと説明させていただきます。なんと、世界樹の迷宮5と秋葉原にある B1 グランプリの食堂のこのコラボ決定いたしました。すごい、こちら B1 グランプリ食堂なんですが、はい、期間中 B1 グランプリ食堂秋岡キャラバンにてドリンクメニューアルコール含むをご注文の方に、世界樹の迷宮5オリジナルノベルティのコースタープレゼントさせていただきます。コンプリートしたくなりますね、これね。いやー、これ行きたい。いつからですか？え、8月の4日から。ちょっと8月の4日から酔っ払ってるから。違う違う違う、8月の4日から、8月の4日から9月の4日、1ヶ月間行きますよ。発売日からもうやってるんだ。そうですね、そうですよ。いいですね。これね、自分で原稿読んだ情報ちゃんと覚えてないってアナウンサーあるある。そう、あ、やばいやばい、よくある。いや、先輩ありがとうございます。いやいやいや、そしてさあ、ここまで重要な情報も、重要なアイテムもいっぱいありましたけども、よく見るとあれ、そこにあるのは、あれ、もしかしてあれくださるんですか？発売前のあれ、世界樹の迷宮5。あー、すげえ。欲しい。なんで今俺気づかなかったんだろう。え、さっきからずっと言ってたじゃないですか、真ん中真ん中って。酔っ払ってたから。さあ、途中からちょっと面倒くさい感じの飲み会の雰囲気が出てきてますが、そして最後にリスの1本が。あ、おや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 。じゃあ、これはもう。さあ、それではここで今ご覧の方にアンケートを取らせていただきたいと思います。ちょっと、どういうこと、どういうこと。今、大山さんが手元に紐を用意していただきました。はい。で、この紐を河原さんの1、はい、ゆっくり引く、2、素早く引く。何かあるの？リスさん、何かある可能性がありますね。さあ、どっちがいいよ。スタートでございます。決めてくれるんですね。誰かがこれ背中で押しただけです。はい、音声さんです。演出かと思ったやんか。音声さんです。いわゆるよくこう、あの、部屋の中、大人数で部屋の中にいるときある。問題ございません。どっちかな。今回の、ね、体験版でも、ね、そういうのがあったんですよ。ゆっくり引くか、それともこう早く引くか、ね、それで全く結果が変わるんですよ。マジか、怖い。はい、今、聴者の方にも一応説明しておきますと、消えたことは全く関係ありませんよ。はい、大丈夫です。大丈夫です。問題ございません。そしてゆっくり引くのか、素早く引くのか、川原の運命ここに決まる。これ何、コード一番怖いんだよ。よかった、最初に2本引いとる。川原さんはあの、くじ運とかいい方ですか？どうですか？俺、むちゃくちゃくじ運悪いんですよ。悪いんすか？自分では絶対くじ引かない。あら、え、でも当たりが見えてますよ。いや、でもなんかその流れって俺なんかいろんな責任と罪を背負わされるやつでしょ。そんなことない。そんなことないよ。全部被るの河原さんだけど。大丈夫、信じてる、信じてる。だって今まで切り込み隊長で頑張ってくれたじゃない。そうだ。うだ自分の運命を信じるしかないんだ。では結論が出ました。はい、ゆっくり引くが、ああ、
36.5%、 素早く引くが 63.5%。 みんな結構考えてんな、いろいろ。 63.5% 覚えてろよ。いや、分かった、じゃあ行く。はい、行くよ。じゃあどうやっていくかを分かってるんですが、素早く引くんですか。行くよ、シャッとね、シャッとね、大丈夫、シャッと行ったら、シャッと、大丈夫。 3、2、1。 あれ？あと！あと！あと！君たちは引いてはいけない糸を引いてしまった。プレートの裏に情報が。今までゲットしたアイテムをゲームソフト以外すべてここに置いていくこと。ゲームソフトはいいですね。ゲームソフトはいい。ゲームソフトはいいです。じゃあこれもだ。タペストリーも。ちょっと何これ。タペストリーも村瀬君、川原さんのせいだからね。いや、じゃあ 63.5% のせいだよ。はい、もらったのは何だったんですか、ここまで。ちょっとやだ、もう欲しかったのに。バイバイしなきゃいけない。ストリーとかいっぱい。お前覚えてろよ、ほんとに。絶対言うしかないからな、お前。村瀬くん、ガチ怒りだ。ガチ怒ってます。いや、もうこれも全部僕らは欲しいじゃん。コスモさんのサインのサンドトラックとか絶対欲しいじゃん、これ。極秘資料も。極秘資料はもうほとんど価値ないです。価値はある、価値はある。これも置いていくのね。極秘資料の情報の内容はいいですけど、まあ、あと他のものを置いていただきます。この6本だけが我々のアイテムになってしまいます。もうしょうがない。めちゃくちゃ悪いディーラーにカジノで引っかかったみたいな。なんだろう、やっぱアート避けられないですね。そうだね、難しいよね。さあ、それではリス絶対許さねえ。リスが嬉しそう。はい、リス、はい、リスちょっともう手際よく片付けるのやめて。ほんとさ、おい。事故でーす。今のは事故です。大丈夫です。事故だから大丈夫ですからね、今の。スイッチが押されてしまったらいいです。大丈夫です。リスが言っちゃった。もうちょっとリス絶対、俺もう決めた。もう過去作何回やっても絶対リスは許さないね。でも今気がついたんだけど、あのリス見ててずっと何が似てんな、何が似てんなってずっと思ったんですけど、映画館の盗撮禁止するって書いてました。確かに。あれか。これにね、すごく似てました。さて、さて、さて。さあ、残ります。手元残ったの。手元残ったのはそれ。はい。そして、一体何本ありますか。6本です。6本ありますね。あれ、そして、あれ、一番初めに行った6本だ。鍵6個いるわ。お、あ、じゃあ行けるということは。行ける。行きますか。行ってみますか。では行ってみましょう。どうぞ。やったー。キャッ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 。よかったよかった。ここまで頑張った甲斐があった。それで良かったなー。もう絶対リス殺すっていう怒りだけで動いてた今。じゃあこれは素直に。お、そうですね。素直に置いてきましょう。絵に合わせておけばいいかな。これですね。まず。あ、この人ですね。まず一作目。そしてそしてこいつ新世界樹のガシャゴン2だ。あ、2の方か。そして。あ、いや、ワン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 。そしてこれがこっちだけど、これ3か。2とかからやった方がいいのかな。別にいいか。まあ、順番は実は関係ないですね。関係ない。じゃあこっちからいきます。お、3。そしてそしてこれですね。ドン。あ、はい。2。ガシャゴン。新2ですね。SSQ2。そしてドン。そして普通の2。そしてからの。こいつ見事揃いました。さあ、でもここには系譜をめぐり至る結論、たどりでしたね。たどり至る結論、逆さから読むと読めねえもんだな。ねえ、難しいよね。ゴールはこちらって書いてあるということは、この進めない壁は、まさか今でーでー開いた開いたやったじゃあ進みますか。進むか。はい、川原さん、川原さん、なんかもうまた罠とかないよね。もうここに。あ、やった、ゴール、ゴールって書いてある。お、じゃあ行きますよ。じゃあ、これもうみんなで、スッと入っていただいていいでしょう。せーの。どーん。どーん。どーん。もう腹立つけど、もうこんな歓迎してもらったら許すしかなくなるじゃないですか。優しいね。まさかの最終的な状態では、お城さんとリスの差し飲みっていうですね。このほっといたらかわいそうな気がする。
摂取するんでしょうね、ピントがね。絵面がシュールすぎる。なんでパンアップしてんの。さっきからそしてこの後ですね、さっきあのこう村瀬くんとこすごい本気で怒ってましたけど、はい、あそこのあのボックス見てみよう。見てみよう。あれは一体、まさか見てみて。これは何、宝箱ですね。やった、あ、無言かよ。無言だ。もう自分のものだなと。でも他のところももっとよく確認していただきたいと思うんですけど、他のところもちゃんと見ていいですか。5、あ、5、あれ先ほどでーれんでーん、じゃじゃーん、なんと視聴者プレゼント、先ほどまで出ていた豪華なグッズは全部視聴者プレゼントにさせていただきます。ということはということで、こちらこれも視聴者プレゼントでございます。イエーイ。いやー嬉しいね。ヘファイム全部ですよ。ほらこのさっきのね、ちょっとお客様のためにこれちょっと控えてて、控えてて、ちゃんと僕じゃあこのもののふのところを切り取って、切っちゃダメ、切っちゃダメ、切ったらあかん。こちらこっちも、ね、そして小城さんのサイン入りの世界一の迷宮5サウンドトラック、はい、9月発売ですね。まだだからね、これからですね。はい、こちらが視聴者プレゼントになります。嬉しいですね、これね。ってことで、もう本当に豪華なプレゼント用意されていて、はい、じゃあどうやって応募するんだ、サントラマジ欲しいとかね、今僕初めてコメントがちゃんと読めれる状況になってますけども、ね、なってますけども。そうだ、お客様見てたんだ、これ。そうなんですよ、もうほとんど仲間内で楽しんでるつもりだったんですね。カメラの人たちはなんでついてきてるんだろうぐらいに思ったと思いますね。そうなんです、今日はですね、これプレゼントが欲しいという方は、プレゼントツイッターで、シャープ世界中ニコ生、それからシャーププレゼント、でこの2つをつけて番組の感想をつぶやいてください。おっ！ということになっております。いいですね。つぶやいてくださった方の中から抽選でプレゼントさせていただこうと。よろしくお願いいたします。おそらく公式アカウントから DM 送ったりすることになると思いますので、間違いなく公式アカウントはフォローしていただかないと、そうですね、どんどん DM がね、送れなくなっちゃいますからね。それはマストでお願いいたします。はい、シャープ世界中ニコ生、シャーププレゼントです。番組の感想をお願いしたいというふうに思っておりますが、見事これで本当に皆さんゴールにたどり着きました。では、今日の出演者の皆様から一言ずつ聞きたいと思いますが、はい、じゃあ松田さんからいきましょうか。ご天元ということを判明した。そうですね、安田さん、はい、あ、いやいや、最初は本当にこのね、あのニコニコ生放送とかで番組関わった時は右も左も分からなかったんですけれども、こうしてまあ皆さんの出ほどきを受けて見事こう立派な冒険者として、ちょっとね、世界でまた発売日楽しみに、ちょっとこの今のなんていうんですか、この不思議な冒険を思い出して再度プレイしたいなと思います。今日皆さん本当にありがとうございました。よっ、すごいですね、コメントが今日が何やってたかすっごいもう判明しますね。ガチエビ寝ずに聞いてくれますよ。ひどい、ちゃんと冒険してよ。冒険してましたね。僕確かに人生の上でも冒険してるんですよ。まあ誰よりも先に缶ビールを開けましたね。開けましたね。誰よりも先に煮干し器を開けましたね。ではじゃあ今日初めて、はい、この参加された西賀さん、はい、はい、こちらですね。今日は本当にありがとうございました。まあ世界中のね、迷宮っていう作品がもう本当に初心者ということで参加したんですけども、まあ、ダンジョンはその辺あんま関係なく、でその途中にこのド天然の松田さんがですね、いろいろ説明してくださったので、少しずつこう分かってきて、そしてこういうラストを迎えられたということで本当に嬉しかったです。ぜひね、皆さんもね、ソフト買ってしっかりプレイして今日のことを思い出していただけたらなといやいや思いますので、まあほらリアルのやつもありますからね、そう、あれ楽しいですよね、参加型のゲームもございますから、 そうですね、そちらの方に参加していただいたりとかして楽しんでいただければなというふうに思います。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ましたしでは、じゃあタピストリーをまだ持っている村瀬くんお願いします。はい、ああそうですね、はい、そうですね、本当に今日はいろんなことがあったなって思うんですけども、世界中生ラジオの方もね、やらせていただいて、で川原さんともすごい楽しくて、デスザワさんともね、いやすごい名言をよく生み出してるんですよ。誰も名前を呼んでくれない。生坂のね、なんか西賀さんも来ていただけたりとか、うん、なんかこう自分と結構馴染みのある方とこうやり取りをしているのが世界中でっていうのがすごく不思議な感じがして、でもすごく楽しくて、はい、よかったなと思うんですけれども、やっぱり心残りが。まあ、いや、わかんない、これが多分本当に多分出されちゃうと思うので、このもののふを受け取った方は本当に
大事にしてください。僕の、ね、僕の本当にね、あのこれは村瀬くんです。あの僕の嫁、僕の嫁なんで、はい、よろしくお願いします。嫁なの？嫁なの？嫁にします。はい、嫁にします。嫁にします。もう可愛いから。はい、村瀬くんが自分でシャープ、あの今回の、あ、そうですか。送ればいいんだよ、これ。送ればいい。世界中にこのまあシャーププレゼントってつけて、だ抽選なわけば。ツイッターのアカウント作れば、そういうことですね。もらえる？これのために？やれるよ。応募すれば大丈夫です。いや。あまあ、抽選ですけど、もうお金で買います。じゃあありがとうございました。生々しい欲しい商品だったことですね。そうですね、いや欲しい商品だったよ、ね、はい、じゃあそれではそして、今日考えてみたら、はい、村瀬くんもそうですけど、あのニコ生からだから相当長い時間、そうだよ ね、気がつけば一番功労者です。そう、素晴らしい。いやでもね、本当にあのさっき村瀬くんも言ってたけども、まあ、西賀さんも来ていただいたし、デスダ姉さんもいるし、吉田さんも、ね、頑張っていただいてるし、そしてなんかビールを飲みながら待機してくださってたね、小城さんもいらっしゃるし、なんだろう、本当に世界中を取り巻く番組をやるときっていつも本当に周りの皆さんが、ね、優しく支えてくれてる感があって、しかも何よりもね、あのなんでリストアップにしてるのかよく分からない今回ここセットだから、ね、ここからここがセット、今すごいいいこと言ってるつもりだったのにな。もうね、ちゃんとリストの方もやってくれてたんだけどももうなんていうのかな、何よりも本当にあのテレビの向こうにいらっしゃる視聴者の皆様が支えてくれてるからこその世界中の迷宮5の番組だったなと思うので、これから先もね、もうリスがもうすっげー見切れてんだよ、これもうもうやりづらい。リスマラソンって書かれてる。まあでも、ここ気がつけば半年だよ、僕らあの世界中やりますよって言ってから、もう番組の宣伝続けてきてなんですけども、気がつけばあとわずか数日で8月4日本番を迎えます。皆さんの冒険が始まるのはこれからということで、あの気が流行る方もいると思うんですけれども、世界中を通じてね、あの培ったこの僕らの絆をこれからも深めていくように。川原さん、僕らの絆見てください、僕らの絆見てください。僕らの絆結構なあのリスナー、リストの絆ですね、それは、はい、リストリスナーとの絆ばかり深めていく感じがしますけれども、ね、これからも皆さんと一緒にどんどん世界中の世界を楽しんで、さらに続いていく世界中の世界を皆と一緒に楽しめたら嬉しいなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてあの今回ですね、はい、非常にあのいろんな形でご協力いただいている、はい、小城さんにも一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、あのもうすぐ8月4日なんですけど、まあ、すでに体験版、まあ、皆さん楽しんでいらっしゃると思いますけど、あの私はですね、あの例の DLC、 これ の、 あの作業のおかげでですね、体験版が満足にできていないんです。なので、あの本番すごく4日を楽しみに、まあ、そこまでにはもう終わってますので、あので今回 DLC もうぶっちゃけすごい力入れてますので、あのそちらの方もぜひ購入して楽しんでいただけるとありがたいなと思っています。はい、あのまた皆さん、あの冒険を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。そうそうね、お忙しいのにありがとうございますみたいなコメントがいっぱいあるんですけど、もうお忙しいのにリストの差し伸びの時間まで作って本当だねって。じゃあそれでは最後にリスの方からコメントというのは、コメントえ無理か、無理無理だね。あ、じゃあ黙ってるタイプ。でも動きがすごいから。ジェスチャーで。今日の感想をジェスチャーで伝えていただくと思います。お願いします。喜びを動きで伝えてください。お手上げ。からの。からの。川原さんからの。あ、バトルがね、楽しい。とても良かった。ということで、最後。あいつ何者だよ。最後、リスさんからの上からの目線のジェスチャーをお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後、みんなここにあのビール6本残ってますし、ね、皆さん、じゃあぜひ手元にもう一度用意していただいて、じゃあまずリスさん開けられます、そもそも、じゃあそしてタイツで、タイツで、じゃあ、ってことで、これをもちましてですね、はい、発売直前大感謝祭、世界中の迷宮リアルダンジョンに挑めはそろそろお別れのお時間ということで、はい、もう一回覚えておきましょう、世界中の迷宮5長き神話の果ては8月の4日発売と、はい、ということで、じゃあ最後に皆さん、じゃあカシュッとやっていただいてから、最後、乾杯の代わりに、やっぱりあれで締めたいというふうに思ってます。開けてから。あれ、ちょっと乾杯の開けてからありますよね。そうですね。ね、リス開かない？リス開かない？ちょっと辛い。リスだけれど難しいです。はい、じゃあどうぞ。では、最後に皆さんで
一斉にあれで締めていただきたいと思います、はい、じゃあ、はい、原さん温度を取っていただいて、それではいよいよ待ちに待った8月4日が近づいてきました。みんなで楽しましようね。え世界なんで感じたんですか。よっぱらってやろう。世界史の迷宮5、はい、楽しみましょうねということで、世界史の迷宮5やるしかねえかー。遅い時間まで見てください。皆さんどうもありがとうございました。